で今日のテーマはですね、2050年を見据えたエネルギー政策ということで、これまでいろいろなエネルギー基本計画もそうですが、2030年より後はどうなっちゃうのというのが見えてきていない中で、その本来的にはエネルギーの政策というのはやはりきちんと先を展望した中からバックフィットではないんですが、後ろに下ろしてくるような長期的な展望があって叱るべきだろうと思いまして、今日は2050年を見据えたエネルギー政策ということにいたしました。で本来であればゼロの会の共同代表の近藤昭一さんがご挨拶をするのですが、今日は環境委員会で今ちょうど委員会中でございますので、後ほど来られましたらまたお願いをしたいと思います。でまず基調講演ですが、いつもお世話になっております鶴文化大学の高橋博先生から、実はこの共同代表の一人である河野太郎外務大臣が外務省の中で気候変動に関する有識者委員会というものをお作りいただいて、そこが2050年という問題も含めて明確にお出しでありますので、高橋博さんもそのメンバーの一人でありますので、まずご発表を基調として20分ほどでお願いをいたします。よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。座っていただいていただきます。私はですね、松井文化大学山梨県の公立大学で、エネルギー政策の研究をしております。で実は前のエネルギー基本計画ですね、もともと民主党政権時代に議論が始まりましたので、その際にももう懐かしいですね、基本問題委員会というのがありまして、飯田哲也さんもメンバーでしたけれども、そちらの方から関わらせていただいたという経緯がございます。で今回は今安倍先生からご紹介があった通り、外務省の懇談会の方で気候変動に関する提言というものを出させていただきましたので、そちらの方を中心にですね、エネルギー政策の在り方、エネルギー外交の在り方ということで、ご説明を申し上げたいと思います。ということでこういうパワーポイントのスライドがお手元にあるかと思いますので、外務省気候変動に関する有識者会合の提言と、こちらの方をご覧いただければと思います。こちらの前の方にもそれが映っております。で、これからお話をするんですが、外務省の方からですね、今日気候変動課長、石垣課長にもいらっしゃっていただいて、この後報告をしていただくということになってますので、ちょっとかぶる部分がかなり多いと思いますので、この辺ですね、概要とか背景については私に回してくださいというふうにさっき課長の方がお願いされましたので、さささっと行こうと思います。ここに書いてあるような、メンバーですね、経済界の方、大学の方、 NGO の方、シンクタンク系の方々という方がいらっしゃった、合計9名でしたかね、末吉武次郎さんが座長ということでした。で事務局の方は、地球規模課題審議官が、ヘッドとして、気候変動化を中心に、経済安全保障化ですとか、その辺でしたけど、非常にこう自由にといいますか、自由な活発な議論をさせていただいたというところは大変感謝を申し上げたいと思っているところで、ございます。で1月から4月までですね、なのでかなり短い間にですね、それでも12回ですから、ほぼ毎週のようにヒアリングをしました。で2つですね、エネルギーに関する提言、中間報告とですね、気候変動に関する提言、最終報告を出しておりますので、今日はこういう回ですので、その前者エネルギーに関する提言を中心にご報告をさせていただければと思っております。で概要的なところはこれぐらいにしてですね、我々参加させていただいたときにですね、初回にその河野外務大臣の方から、趣旨をですね、ご意見いただいたんですけれども、やはりその外務大臣として、世界中を飛び回っていてですね、やはりその気候変動問題がいかにこう深刻であるかと、大事であるかということを、通説しているんだと
ということを本当におっしゃっておりました。でその中でですね、まあ、一般的にやはり日本は気候変動に対する対応が遅れていると、まあ、もちろんその福島の原発事故がございましたのでなかなか CO2 対策できないんだというのが、まあ、直接的な理由かと思うんですけれども、それにも増して、石炭火力どうするんだというようなことをですね、国際交渉の場でいつも外務大臣として他国の大臣などからですね問い詰められると、これはかなり深刻な問題であると日本の外交としてですねいうことで、やはり気候変動対策を日本がリーダーシップを取れるようなことを方に持っていくべきだというふうに外務大臣として強く問題意識を持っていらっしゃるんだなと、まあ、そういうところで、この会合が始まったとこういうところが非常にこう私どもとしてもですね、まあ心強いといいますか、まあ、そういうはっきりした方向性があって、それに資するような提言を出したいというところで、まあ、一致団結してですね、まあ会合を進めたわけです、まあ、とはいえ、当然それぞれですね立場も違いますし意見が違うところもあるわけですが、この基本姿勢というところがございますけれども、この一番下のところですね、やっぱり世界最先端の動向、これをまあ正確に把握しようじゃないかと、まあ、もちろんいろいろ国内によって事情があります、データもございますけれども、まあ、世界で普通に使われているようなデータ、まあ、国際機関等々でですね、普通にまあ国際会議に行けばあるようなデータですとか、まあ、事実認識、最先端の動向に基づいて議論しようではないかということは当初からですね、一致をしていたところでございます。と同時に外務大臣の諮問機関ですので、やはりその外交的な観点ですよね、国際的にこう発信をしていくというところにはですね、より気を使いましょうと。例えば2つその提言を出したというふうに言いましたけれども、ほぼ同じぐらいの時期にですね、もう英語バージョンを出すということで国際的にこう訴えていこうとこういうようなことですとか、そういう国際的に見て恥ずかしくないようなデータをですね駆使するとかですね、まあ、そういうことにも非常にこう意識的にやったというふうに思っております。でもう一つがですね、まあメンバーの方を見ていただいても分かると思うんですけれども、多様な視点、例えば消費企業ですね、これまでどうしてもエネルギーで企業といえば供給企業というものが非常に大きな役割を果たしてきたわけですけれども、消費供給されたものは当然消費されますので、消費企業の視点というのは同じぐらい重要なはずであって、そういう観点も盛り込もうと、あるいはやはりファイナンスをしていくということが極めてエネルギー事業重要なわけですので、そういう金融の方から見るとどう見えるのかといったような観点も重視しようとかですね、そういう観点も意識しつつですね、グローバルな、複合的な観点から意見をまとめていこうというふうに考えたわけでございます。で、エネルギーに関する提言の方ですね、2月の19日に出した提言ですけれども、お手元におそらく本文は配られていると思いますけれども、配られている。なので、詳しいことの方はそちらの方をお読みいただければと思います。そんなに長い何十ページもあるものではないのでお読みいただければと思いますが、まあ、これからそのポイントをですね、かいつまんでご説明したいと思います。で、4ページ目のスライドのところですが、提言自体は3つのセクションからなっております。1つ目が世界の状況、やっぱ世界最先端の動向を確認しようということであって、まあ、再生可能エネルギーの話、エネルギー転換の話、金融の話等々。で、2つ目がエネルギーから見た世界の日本というふうにこれ書いてありますけども、でそういう世界の中で日本はどういう位置づけにあるのかと、どういう状態にあるのかということを見てみましょうと、まあ、確かに太陽光は非常にこう入ったんだけれども、まあ、なかなか他のやつは入っていなくて偏っているという話ですとか、省エネエネルギー効率についてもですね、雑巾とか乾いた雑巾とか言わずにですね、まだまだ余地がある、まあ、実際に2011年以降ですね、電力消費は継続的に下がっている話ですとか、まあ、あとそれから石炭火力ですね、なかなかまあ日本はですね、まあ、原発が今非常に動いてないので下げられないという状況にあるんですけれども、中長期的にまあこれを続けられるんでしょうかと、それからまあ原子力発電の状況についてもどうなのかと
言ったような話ですね、まあ、そういう日本の状況、世界の状況を踏まえて、まあ、最後に、まあ、提言としてですね、まあ、サブタイトルとしては新しいエネルギー外交をということで、特に、まあ、再生可能エネルギーをですね、一つ外交の柱にしようという話、それからエネルギー転換においてはエネルギーの効率化と、まあ、再生可能エネルギーをですね、中心に据えてですね、新しい、まあ、経済システムを作っていこうというようなことを、まあ、発表したわけです。で、次のページに行っていただいて、でもう少し詳しくですね、エネルギー関連について、どういう、まあ、ことをですね、この提言の中で、申し上げているのかということを、まあ、提言の文言をもとにですね、私が表に直したのがこちらです。縦軸の方に、まあ、再エネ、石炭、原子力ということで、まあ、3種類に、まあ、他にももちろん省エネも一部入ってますけれどもあるわけですが、3つを書いて、先ほど申し上げた通り、左側が世界最先端の状況はどうなっているのかと、で右側がそれに対して日本国内の状況はどうなっているのかということをまとめて整理をしたと、一覧表にしたということです。で、まあ、左上の方からまあいきますと、まあ、皆さんまあご承知の通り、まあ、今再エネはですね、ものすごい勢いで世界中で入っていると。で、途上国でもですね、むしろ途上国の方が近年では非常にまあ勢いがあるぐらいな状況であるということです。で、そのまあ背景にあるのはもう何よりもコストが下がっていると。別にその CO2 を減らそうということでですね、環境意識で無理して入れているのではもう全くなくてですね、太陽光のコストが過去の7年で7割下がったと、洋上風力のコストももう激減をしているという中でですね、それがグリーン成長につながるんだということで、まあ、大いに入ってきていると。で、翻って、まあ、日本の方は確かに太陽光についてはもう50ギガワットぐらいですか、まあ、世界第2位、第3位ぐらいのところでですね、非常にこう、フィットの効果も出ているわけですけれども、まだまだまあコストが高いですよねと。で、それにはやはり系統接続の制約という問題があるんではないですかという話。あるいは、まあ、再エネに限りませんけれども、熱利用、コジェネについても、まあ、まだまだもっと拡大する余地がありますよねと。断熱化等々でですね、省エネについても、やる余地がありますよねということがを指摘させていただいたわけです。で、石炭の方ですね、次真ん中のところで、やはり世界的に見ると今もうダイベストメントということで大問題になっているわけですね。これはまあ金融業界ではもう有名な話であって、なかなか金融の方がいらっしゃらないと石炭がそんなに大変なことになっているということは気づかないわけですが、もう石炭火力の新設などにはお金がつかないという状況が、まあ、世界中ではですね、出てきているという中で、まあ、これ外務大臣も何度もこぼされてたんですけれども、石炭火力の輸出に日本国政府は支援していいのかということをですね、やはり、まあ、外務大臣の立場としては非常にこう悩んでいるということでしたので、そこはやはりもう少し冷静に考え直す必要があるんではないかと。この、まあ、パリ協定という国際枠組みの中で日本が何をできるのかということをですね、もう一度考え直す方が必要があるんではないかといったようなことを、まあ、指摘できるわけです。で、もちろん金融業界だけではなくて政府の方もですね、パワーリングパストコールアライアンスですか、まあ、あのフランスのマクロンさんですとか、まあ、イギリスとかカナダも加わっているわけなんですけれども、国家政府自体も、まあ、そういう石炭を火力をなくしていこうということを、まあ、主導している状況の中で、まあ、あの数字目標は維持されるということなんですけども、まあ、石炭火力に26% 2030年というのが果たしてどこまでまあ現実的なんだろうかといったことは指摘できるだろうということです。で、原子力につきましては、世界の中で見れば、世界の発電量の中に占める割合は20年前には 17% あったということなわけなんですけれども、直近ではもう 10% に下がってきていると。これもちろんまあ分母が増えているということも大きいわけですけれども、その分再エネ等々がですね、非常に増えてきている。あるいはまあガス火力が増えてきているということがありますので、まあ脱原発と年限を決めてやっている国っていうのは確かに、まあそれほどは多くはないのかもしれませんけれども、やはりこうじりじりとこう下がってきていると。で、その背景には先ほどの再エネの裏返しでコストがまあ極めて上がっていると、
まあ、日本に絡む事例でもですね、トルコの三菱重工の話にしっかりですね、東芝の話しっかりですね、日立のイギリスのですね、話しっかりですね、山ほどの事例があるわけですけれども、まあ、好き嫌い問わずですね、なかなかコスト面で新規開発が難しくなっていると。で、まあ、米国電源っていう言葉があるわけなんですけども、むしろ再生可能エネルギーがたくさん入ってくる時代になってくると、負荷追従性に乏しい、柔軟性に乏しい電源という意味においてもですね、価値が今下がってきているのではないかと。で、まあ、日本政府頑張って再稼働しようということをやっていらっしゃるわけですけれども、まあ、なかなか再稼働しないと。今、最新では6基ですか、今動いているのは。ぐらいの状況なので、まあ、果たして 20%、22% というのはどこまで現実的なんだろうというようなことなわけです。で、まあ、今話してきたような話がポイントなんですが、データ集の方を出してもらえますか。お手元にはおそらく配られていると思うんですが、データ集がですね、かなり今回の委員会の方では充実をしておりまして、まあ、このデータに基づいて、まあ、理論をしてきたというところですので、まあ、ちょっと簡単にいくつかじゃないですか。はい、象徴的なものだけでも、はい、そうですね、これは太陽光発電で世界全体で400ギガワット超えというところまで来ています。で、中国ですね、国別で見れば中国が圧倒的な1位なわけで、まあ、日本も42ギガワットですが、直近では50ギガぐらいまでいっていると思いますが、まあ、そこそこ、まあ、かなり検討はしているわけなんですけれども、やっぱり風力ですね、風力は世界で大体540ギガワットいっている中で、まあ、見ての通りですね、もう中国の60分の1ぐらいですか、60分の1ぐらいしかないと。まあ、国土面積がかなり違いますけれども、やはり60分の1というのはかなり少ないと、まあ、アメリカ、ドイツ等と比べてもですね、まあ、かなり少ないということはよくわかるわけです。あるいは先ほど話したコストの話ですね、こちらなんかを見てもよくわかると思うんですけれども、これはまあアリーナの資料ですけれども、2009年とですね、2015年を比べると6割ぐらい下がって、マイナス 60% で4割ぐらいのですね、発電コスト、発電単価になっていますよと。そりゃたくさん入りますよねと。こんだけ安くなればそりゃ入りますよねと。で、今後も2015年から10年後の2025年にはですね、さらに半減ぐらいしていくだろうということが、国際機関の方からですね、発表をされているということです。で、こういう状況を踏まえますと、2040年ですね、このブルームバーグの予測ですけれども、何が増えるんですかということを、まあ、考えればですね、明らかにこの再生可能エネルギー、ここですね、再生可能エネルギーが、まあ、これからこう増えていきますと。で、こちらの円グラフを見ると、まあ、2040年の3分の2ぐらいはですね、再生可能エネルギーになっていると。水力を除いてもですね、半分以上、陸上風力、太陽光等ですね、半分以上がですね、新しい再エネが、まあ、占めるだろうというような状況になっているわけです。ですので、まあ、先入観なくですね、見れば、やはりこれだけ再生可能エネルギーがもう圧倒的な勢いで入ってきているということはですね、もう否定できない事実だろうということだと思います。で、ちょっとすみません、スライドの方に戻っていただいて、よってもって、提言をさせていただきまして、まあ、大きく3つですね、再生可能エネルギー外交の推進と。よいしょ。はい、再生可能エネルギー外交の推進というものと、それから国内でどうエネルギー転換を実現していくのかという話、それからもっと社会全体を見てですね、経済システムをどうエネルギー転換、脱炭素化に合わせていくのかという話を、まあ、まとめてですね、整理して提言をさせていただきました。まあ、一番についてはですね、やはり気候変動対策でですね、日本が世界をリードしないといけないんだと、受け身な姿勢ではまずいだろうと
まあ、アメリカ政府とかいろいろといろんな立場の人はいますけれども、やはり日本が気候変動対策をですねリードしていくべきだと。でその際にはやはり再エネとエネルギー効率法律化というものが日本柱になるということはもう否定しがたいことであろうということです。でそういう観点から特に途上国にですね貢献をしていくとこういうことがですね、まあ、日本の外交の目指すべき方向性ではないかと、特に気候変動分野の外交では目指すべきところではないかということです。で2番目の国内でどうするかということについては、まあ、残念ながら日本は今遅れているわけですので、世界に貢献するのと同時にですね、日本国内でもこのエネルギー効率化と再エネという日本柱を着実にまあ確立して実行していくと。でそれからやはりパリ協定とのですね、一貫性を考えればやっぱり石炭火力発電所を新しく作っていくということはなかなかこれは難しいんではないかと、まあ、かなりその大臣の方からもですね、まあ、環境大臣と外務大臣が一緒になって頑張ったんだというようなお言葉もよく聞かれたんですけれども、やはり世界の中の日本という観点からもですね、エネルギー管理協定という観点からもですね、石炭火力をどう減らしていくのかと、脱石炭火力ということはですねしっかりと考えないといけないと。で原子力発電については、まあ、現政権は原発依存度を限りなく低減していくという方針でいらっしゃるわけですから、まさにその方針でですね、提言をしていくと、限りなく提言していくというのがまずは第一歩だろうと。増やすんではなくてですね、減らしていくと。でそれはやはりその背景にはですね、先ほど申し上げたコスト競争力がなくなってきているということが大きいだろうと思います。でそういうことを踏まえてですね、別にでも我々は自利品になっていこうと、日本経済自利品になっていこうという話では全くなくて、むしろこういうエネルギー転換を世界でリードをしていくということが、さまざまな日本企業の潜在力を引き出すイノベーションにつながるんではないかと。であるいはそのためのルール作りですよね。欧州とかまだどんどん進めているような自動車関連とかですね、再生可能エネルギー関連とかの標準化等々、まあ、ルール作りに積極的に日本が参加していくと。そのためにもですね、日本自身が政策転換をしていくということが求められているのではないかというふうに、まあ、整理をさせていただいたわけです。でここまでが、まあ、提言の話なんですけども、これからは、まあ、私のコメントを若干述べさせていただきますが、正直ですね、まあ、いろいろと賛否両論をいただいております。この提言に対してですね、賛否両論をいただいております。で、まあ、せっかくですから非の方をですねまとめてちょっと整理をしてみたんですけれども、まず人生が偏ってるじゃないかと、この問題の人生が偏ってるじゃないかと。確かに気候変動問題に積極的前向きでですね、まあ、石炭火力とか原子力には批判的な人が多いじゃないか、その通りだと思います。それは別に否定はいたしません。逆に言えばエネルギー事業者等ですね、利害関係者は、まあ、一切いないと。で、まあ、公平なあるいは国際的なデータを使ってですね、まあ、できる限りその科学的な検証とかあるいは批判に耐えうるような議論をしたつもりであります。なので人選どうのこうのよりもですね、内容に対してどう思うのかと、批判、もちろんは大歓迎ですけれども、どうなのかというふうな議論をしていただければというふうに思います。で審議が非公開だったと。でこれはまあ個人的には別にまあ公開にしていただいてもよかったのかなというふうには思います。ただかなり短期間の間にですね、機動的にこう会議運営をしていくと、何回かはですね、審議官の部屋で急遽集まってやったりとかですねもしましたので、まあ、それをちょっとなかなか毎回全て公開するっていうのはちょっと難しかったというような、まあその会議運営側の事情もあったんではないかなというふうには推察をしております。で3つ目、理想論に過ぎないと。確かにその具体的な実現方策にまで踏み込んでない。まあ、そこまで踏み込んじゃうとちょっと外務省の懇談会の域を超えてしまいますので、まあ、それはちょっと経済産業省さんにお任せするとして、まあ、確かに具体方策までは踏み込んでいないというところはあるとは思います。ただ、大きな方向性としてですね、どうなのかと。世界の中の日本としてどうなのかと。いう観点からですね、もし賛同していただける部分があれば、じゃあそれを個別のエネルギー政策にどう落とし込むのかというところで、まあ、引き続き議論をさせてもらえればなというふうに思っております。で、4つ目がですね、まあ、河野大臣っていうのは、まあ、この会の共同代表でもいらっしゃいますので、有名な方ですので、なんかちょっとこう、スタンドプレーじゃないかと、言ったようなですね、まあ、批判も、まあ、聞いてはおります。ただ、まあ、エネルギー政策というのは、もはや、経済産業省だけがですね、やるものではなくて、やはり政府全体に関わる、
分野なんだと思うんですね。まあ、その、まあ、一番分かりやすいのがやはり気候変動の問題であって、当然環境省と経済産業省が手を組まなければこの問題は解決できないわけであって、まあ、そういう意味においては外交、気候変動というのは条約ですので、外交という観点からは外務省も絡むし、あるいはまあバイオマスではですね、農林水産省も絡むということなわけですから、もちろん諸省の原理というのは大事なんですけれども、やはりエネルギー政策、日本政府全体でですね、どう省庁横断的に取り組んでいくのかという観点からですね、これからさらに前向きな議論をしていければなと思っております。で、外務省の懇談会についてはこれで終わりなんですけれども、せっかく発言の機会を与えていただきましたので、今、まあ、ほぼ最終段階に来ていると聞いております。このエネルギー基本計画、新しいやつについてですね、僭越ながら若干コメントを述べさせてもらいたいと思います。8ページ目のところです。で、まずですね、2030年数値目標を変えないということだというふうに聞いております。まあ、これはもう会議の当初から経済産業大臣がそうおっしゃってましたので、まあ、これはフレームワークですから、まあ当初からそのつもりでやったと言われれば、まあそれはまあやむを得ないのかもしれませんが、やはりその2014年から考えると4年、まあ15年のその数値で入れた時から考えても3年の間にですね、ものすごい環境変化があったわけです。で、それはおそらくエネキの本部の中にもたくさん盛り込まれると思うわけですが、じゃあそれだけの環境変化がたくさんあった中で、果たしてこの数字ですね、2015年の数字っていうのはどれぐらい現実的なんでしょうかということはですね、これはちゃんと、まあ、考える必要があるんではないかと思います。やはり、まあ、好き嫌いあるとは思いますけれども、やはりこの3つの数字ですね、原子力、再エネ、石炭火力を2030年に実現することはかなり難しいし、かつ本当にこれ無理して実行しようと思ったら大変なことになると思います。その数値はですね、やはりどっちの方向に行くかはともかくとして改める必要がある。あるいはまあおそらく2050年には数値目標出さないというふうに聞いているんですけれども、これもかなりまあどうなんだろうと。2030年というのはもう12年後にやっていきますので、2030年以降の数値目標がないというのはかなり難しいんではないかということです。で、2つ目が、おそらく新しい計画の、まあ、ちょっとキャッチフレーズといいますか、大きな方向性が伏線シナリオであると、あらゆる選択肢の可能性を残すんだというのが一貫した思想なんだなと思います。で、これはまあ確かにリスクを避けるという意味においては、なるほどなという気がしないでもないんですけれども、企業の経営戦略なんていう観点からするとですね、要するにこれまでとは変えませんと言っているに等しいわけです。これまでといろんな事業の集中選択をしなければいけないときに、これまでの事業のポートフォリオを基本的には変えませんと、全部頑張りますと、不確実性が高いからと言ってしまったらですね、なかなかこれは戦略にならないんではないかと。もちろんあまり決め打ちしすぎるのは難しいのかもしれませんけれども、じゃあいつまでそれ待つんですかと、どこで判断するんですかと、どこかでやはり判断せざるを得ないんではないかということです。で、次のページ見ていただくと、まあ、各国のですね、ミックスの数字をこれ並べているわけです。で、どうもエネキの、新しいエネキの中を見ていると、ドイツがなんか良くなくて、イギリスとかフランスはいいんだみたいな、そういう論調がこう見えるわけですね。ドイツは再エネに決めすぎていると、一本足打法であると。英国とフランスは全部やってるんだっていうことなんですが、とんでもない話で、これ見れば分かる通り、むしろイギリスとフランスは石炭をゼロにするわけです。で、その分、まあ、原子力にもそれなりに頼りますよということなわけです。で、ドイツは原子力を、まあ、ある意味優先先にゼロにしますから、石炭についてはちょっと時間か、ま、待ってよということを言ってらっしゃるわけで、決してイギリスフランスも全方位では全くないわけで、やはりエネルギー転換をどういう順番でどういう優先順位で実現していくのかという意味においては、どの国もある程度リスクといいますか優先順位をつけてですね、やろうとしている中で、まあ、日本この数字が書いてある通りですね、3つとも全部やりますとおっしゃっているのはどうなんだろうかというふうに思うわけです。で、戻りまして、最後原子力で、まあ、社会的信頼の獲得に努めていくんだ、これは全く同感です。全く同感なので、まあ、ぜひそれをですね、本気でやっていただきたいなと。
というふうに思います。まあ、核燃料サイクルバックエンド対策もやっていくんだということなんですけれども、どうやったら、まあ、信頼的社会的信頼を獲得できるのか、社会的重要性、原子力もですよ、を獲得できるのかということをですね、ぜひ新しいエネルギー基本計画に具体的に盛り込み、かつそれを実行していただければと思います。最後のところは打足でございましたけれども、以上ご清聴ありがとうございました。引き続いて今のご指摘のあったエネルギー基本計画の策定、まあ、新エネルギー基本計画と題して、いいのかと思いますが、経済産業省から今日は赤松様でよろしいですか。そうですね、はい、じゃあ中西さんお願いいたします。はい、ご紹介でございました新エネルギー庁の中西でございます。今日はポサの赤松ではなくて室長の中西が対応させていただきますよろしくお願いします。座ってご説明させていただきます。はい、今日ちょっとタイムな資料を用意してきました。高橋先生ほどうまくご説明できる自信はございませんが、10分ほどでエネルギー基本計画 の4月27日に分科会でご議論させていただきました、ロシア手短にご説明をさせていただきたいと存じます。構造を1枚目でお付けしてございます。目次のようなものでございます。第4構成でございます。はじめに第1章、第2章、第3章でございます。はじめにはこのエネルギー基本計画のロシア全体についての、まあ、思想的なもの。第1章は構造的課題と情勢変化。第2章は基本的な方針と政策的な対応の2030年に向けたもの。そして第3章が完全な新設でございます。今回のお題でございます。2050年に向けた挑戦ということでございまして、第3章構成で、作ってございます。各論をもうご説明しながら皆様方と理解を一致にしていけばと思いますので、おめくりをいただきまして、見開きになっていると思います。一番下の 2ページ目と書いてあるところをご覧いただけますでしょうか。第5次エネルギー基本計画骨子案ということでございます。色が塗ってあるところがどちらかというと、まあ、アップトゥーデートさせていただいたもの、ないしは新設させていただいたものということでございます。はじめにのところについては、白く塗ったところは第4次エネルギー基本計画と基本的に変えてないところでございますが、黄色く塗ったところについて着目をさせていただきますと、2030年に見据えた前回の第4次エネルギー基本計画を策定してから、まあ、見直しの検討が始まってから3年、今は4年が経過いたしました。で、パリ協定の締結というのがございまして、2050年に向けた長期のエネルギー戦略を策定する必要性が生じたということでございますので、2030年に向けた施策を深掘りするとともに、2050年に向けたエネルギー転換、脱炭素化への調整に取り組むという形で、初めにはまず始めてございます。で、第1章は構造的課題、全体の課題のピクチャーについて把握をしながら、情勢変化、何が起きているかについての回答もございます。第1節は基本的に書いてございません。第2節がエネルギーの情勢変化、まさに高橋先生、3年、4年経って大きく変わったんじゃないかという話でございまして、私どもも情勢の変化についてのアップトゥデートをさせていただいたところでございます。1つ目、脱炭素化というものについて技術間競争が始まっているということでございます。まさに再生可能エネルギーの期待というものは事実でございまして、再生可能エネルギーの革新が他のエネルギー源の革新を誘発しているというところでございます。エネルギー転換、脱炭素化に向けた可能性が高まっているということでございますが、技術間の競争の結果、誰がウィナーになるか、その期数はまだ不透明だというのが私どもの認識でございます。2番目、技術の変化、増幅、地政学的リスク、右下、一番下の3ページ目と書いてあるところについてのリポートでございます。技術の変化、増幅、地政学的リスクでございますが、アメリカだとシェール革命、それから再生可能の世界的な価格低下ということでございます。結果として、地政学的なパワーバランスも影響を与えてくるということでございますし、まあ、過渡的にはエネルギーをめくる地政学的なリスクというものも可能性としては高まってくるということでございます。また、新興国が、まあ、影響力を通じて政治的なパワーを発揮する地形学的なリスクというのも顕在する可能性を書かさせていただいております。で、その上で国家間、企業間、それぞれ競争が本格化し、各国は長期低排出発展戦略というものを公表して、脱炭素化に向けた変革の意思を表明しているということもございます。また企業さんもエネルギー転換に対応した事業転換を模索されているというふうに理解をしてございます。その上で第3節、エネルギーミックスの実現と2050年シナリオ設計との関係ということでございますけれども、私どもの認識、2030年エネルギーミックス、2015年7月に経済産業省の決定でお出しをさせていただきました。正式名称、長期エネルギー需給見通しというものでございますが、こちらについては、国連の気候変動枠組み条約の事務局にですね、日本の約束草案という形で削減目標を提出された基礎となってございます。皆様方よくお耳にされる2013年の比、2030年の 26% 削減というものの基礎というふうに理解してございます。加えて2014年にエネルギー基本計画第5条を出ししてから、民間の方々の中期的な投資行動に対して一定の保険可能性を与えるものとして重要な指針だというふうに理解してございます。
現状私どもの自己分析ではエネルギーミックスに向けた進捗、着実に進展していると評価できますが、まだ道半ばだというふうに評価してございます。まずは2030年に向けまして、これまでの基本的な方針を維持し、施策の深掘りと対応の強化によってその実現を目指すべきだと考えてございます。他方、2050年についての長期展望については、技術の可能性、そして不確実性、情勢変化の透明性ということで、蓋然性を持った予測は困難だというふうに分析してございます。このため、各国においても、各国と同様に野心的な目標を掲げること、その上で最新の情報に基づいて重点を決めていく、普遍的なシナリオのアプローチが妥当ではないかという形で書いてございます。その上で具体的な2030年度ミックスに向けたその進捗でございますが、省エネルギーについては2013年度最終エネルギー消費で燃油換算いたしますと 3.6 億キロリットル程度でございます。2030年度には向けて現状年間で見ますと208万キロリットル程度の減少をしていくことが想定されますが、足元215万キロリットル程度のペースで減少しているということでございます。次にゼロエミッションの電源比率でございますが、これは再生可能エネルギーと原子力を合わせた数値として我々カウントしてございまして、2013年の段階では 12% 程度というふうに理解してございます。現状再生可能エネルギーについては、フィット固定価格改定制度の導入促進と、安全性が確認されたものの原発の再稼働によりまして、44% 程度のうち、現状 16% 程度が数字となってございます。エネルギー企業の企業の CO2 排出量でございますが、2013年度では CO2 排出量 12.4 億トンを、2030年には度には 9.3 億トン程度に見込んでございます。これは 0.2 億トン程度毎年削減していくということになりますが、現状 2011.3 億トン程度でございますので、年率に換算しますと 0.4 億トン程度のペースで CO2 は削減できるということでございます。電力コストについては2013年の段階 9.7 兆円というふうに私ども見込んでございますが、計算してございますが、2030年の段階では電力コストを引き下げていきまして 9.2 兆円から 9.5 兆円程度を見込んでございます。現状 6.2 兆円ということで非常に電力コストは安くなってございますが、今後フィット固定価格買取制度による買取費用の増加や資源価格が上昇していく可能性を踏まえますと、 9.2 兆円から 9.5 兆円に比べてまだ 6.2 兆円というのが数字としてコンプリートした数字というのは我々は判断してございません。エネルギー自給率については2013年の段階 6% ということでございましたが、2030年の段階は 24% 程度見込み、足元は 8% 程度という状況でございます。ちょっと数字の話をいきなりしてしまって申し訳ございません。5ページ目の方を言っていただきまして、2030年度に向けた基本的な方針と政策対応ということでございます。第一節の基本的な方針について私どもは大きな方針変更を想定してございませんので、現状資料となってございます。 3+S というエネルギー政策の基本的な視点のもと、再生可能エネルギーについては重要な低炭素の国際エネルギー源、原子力は重要なベース共同電源ですが、原発依存度については可能な限り低減と、石炭も柔軟ベースを電源等々基本的なところについての変更はしてございません。おめくりいただきまして6ページ目でございます。政策対応の話になります。これは前回策定したものから随時リバイスをしていくものとして、最大の変化を踏まえ政策的な対応について追加したものを黄色で追加させていただいてございます。資源確保については国際資源市場の形成、そしてアジア大のエネルギーバリチェーンの構築など国の枠を超えた取り組みが合わせて重要ということでございまして、例えば資源調達環境の基盤強化として、資源の調達国である中国や韓国等の連携を強化して、国際資源市場、特にLNG市場のルール形成を作っていくということでございます。で、結果としてそれが柔軟かつ透明性の高い国際 LNG 市場が構築されて、仕向け制限というような転売ができないというようなものについての緩和につながっていくことで、流動性が高まっていくと、結果として市場の魅力が高まっていくというような形についても具体的につながってございます。合わせて、わたくわくの保存する海洋資源開発についても進めてございまして、例えばメガンハイドレード、例えば海底熱水鉱床や等々についての技術開発を推進しているということでございますし、目を国際に転じますと EV においてはコバルトといったレアメタルのその獲得が極めて重要でございますので、その安定供給確保についても目配せをさせていただいているところでございます。一つが省エネのところでございます。ポイントは2つでございます。業務家庭部門は IoT、AI、ビッグデータをきちっと活用していくと。それによって技術を引き上げていくということでございます。
V 部門は次世代自動車について5割から6割を2030年段階に目指すというのが数字として書いてございます。それにおきまして、今年の3月から国交省さんと一緒に次期燃費基準の策定についての検討を開始させていただいたほか、国会にすでにご提出させていただいてございます省エネルギー法の改正という形で、e コマースの活発化を想定した荷抜き制のあり方を見直したり、主体間で連携をして、連携をする促進するなど取り組みを進めてございます。また産業部門においても複数の事業者が連携して省エネの取り組みすることも省エネ法の対象として入れるというような取り組みをすることで、省エネの部分についてさらに努力できるというふうに高橋先生おっしゃっていただきましたけれども、事業者の取り組みをさらに加速してまいりたいと思ってございます。めくりいただきまして、皆様方の関心の高い再生可能エネルギーの導入加速でございます。私ども主力電源化に向けた取り組みという形で書かさせていただいてございます。2012年7月に1都固定改革買取制度を導入いたしまして、太陽光発電を中心に着実に導入が進展しているというのは高橋先生ご指摘のとおりでございます。数字2010年段階 1% 程度というのが水力除きの数字でございましたが、足元 8% 程度まで伸長してございます。今後もさらなる大量導入により主力電源の一翼を担うことが期待されるというふうに書かさせていただいております。他方課題がございます。一つ、発電コストは海外に比して高止まってございます。欧州に比べると約2倍という状況でございます。また国民の皆様方にご負担として電気代としてご負担をお願いしている付加金については、足元すでに2兆円パー年というふうに状況になってございます。加えて接続の問題、送電線に接続する制約についてのケースも生じているということや、再生可能エネルギーの太陽光、風力といった自然変動については関係性、自然の条件によって電力の供給量が変わってくるという課題についても対応する観点から、バックアップ調整機能の確保といった課題もございます。こうした課題を着実に対応する施策を推進することで、主力電源界の奇跡を打つという表現で書かさせていただきました。具体の太陽光をはじめ風力については書かさせていただいています。代表的な太陽光、風力だけご説明申し上げますが、太陽光はさらなるコスト削減を目指すということで、すでに導入を始めてございます入札制度、それから中長期的価格目標の活用といったものを掲げさせていただいております。また具体格論でございますが、パネルの太陽廃棄問題といった持続可能な電源としての環境整備についても目配せをさせていただいております。風力についてもさらなるコスト削減を目指すということは変わりません。入札制度、中長期的価格目標の活用でございます。加えて風力保有の問題として、環境アセスメントの迅速化、さらにまた今後風力を伸ばしていく観点から大きなポテンシャルを期待したい洋上風力につきまして、内閣委員会にご提出させていただいております洋上風力新法の導入を図ることで、海域利用ルールのルールを整備を通じるなど、海上洋上風力のポテンシャルを生かすための環境整備を進めていくということを書かさせていただいております。過去のご紹介しませんが、地熱、水力、バイオマス、それぞれ目配せをさせていただいているところでございます。9ページ目、系統整備、非常に昨年の議論になりました。既存系統を最大限に活用して再生可能エネルギーの大量導入に備えていくということで、日本版コネクト&マネージという形で具体化をさせていただきたいと思っております。加えまして、次世代型ネットワーク展開の取り組みということで、系統のコストを削減を図りながら新しい投資を促進していくための宅送料金制度の在り方についての検討なども書かさせていただきました。福島についても大型浮体式洋上風力の実証試験の実施など目配せをさせていただいているところでございます。原子力政策についてのご指摘が先ほどもございましたが、私ども社会的信頼の獲得というのをキーワードにまとめさせていただいております。さらなる安全性の向上、防災事故対応の強化、核燃料サイクルバックエンド対策、状況変化に即した立地地域の対応、対話方法の取り組み強化、技術人材産業の基盤の維持強化など、社会的信頼の獲得に向けた総合的な取り組みを進めるという形で、ご試案では書かさせていただいてございます。10ページ目の方で具体書かさせていただきます。全部ご説明する時間はありませんので、ポイントだけ、福島の復興再生と全力で取り組むということ、それから原子力利用における普段安全性向上と安定的な事業環境の確立に努めること、そして科学的特性マップ、昨年の7月に公表させていただきました。この科学的特性マップの公表を契機に、国民の皆さんの方と対話を促進し、現世代で使用済み燃料問題の解決に向けて取り組んでいくという形を書かさせていただいております。11ページ目の方に参りまして、文書については、すでに廃止措置についての決定がなされております。文書の廃止措置に関する基本方針を除き、着実かつ計画的な廃止措置に責任を持って取り組むということを書かさせていただいてございます。話を化石燃料の方に転じますと、私どもとしては高効率の石炭、電子火力発電の有効活用の促進ということで、エネルギー供給構造化法、高度化法と私ども略しておりますものについて、電力の小売事業者、非化石電源比率の 44% を調達することを義務付ける法律を用意してございますほか、省エネルギー法で、発電事業者に対して、発電効率 44.3% の実現を法規制として、用意してございます。これによりまして、非効率の石炭、いわゆる超臨界以下の超臨界発以下のフェードアウトを進めていくとほか、裏返しも言いましたと、超超臨界発以上の効率の発電設備や高効率 LNG 石炭火力発電、火力発電設備の導入を支援してまいりたいと思ってございます。
11ページの6ポストに水素社会について書かさせていただきました。水素は大きな期待を私も寄せてございます。再生可能エネルギーを含めて多種多様なエネルギー源から製造し貯蔵運搬することができるという特徴を抱えてございます。従いまして12ページ目の方を言ってまいっていただきまして、水素基本戦略というものを昨年12月に閣僚会議で決定させていただきまして、モビリティに限定されていた水素需要を拡大していくということで、中長期的に水素のコストの低減を図り、水素の製造、貯蔵、輸送、利用まで一気通貫した国際的なサプライチェーンの構築や技術開発を進めて、さまざまな用途でご利用いただくことを想定して戦略を練ってまいりたいと思っております。具体的には燃料電池、エネパームといわれる6つの普及促進や水素ステーションの整備、さらには国際的サプライチェーンの構築の定例化、その水素の製造輸送発電にかかる技術開発の推進、また2020年の水素社会の省エネ化などを進めていくことを書かさせていただいてございます。エネルギーシステム改革については2015年から始め第3段階の自由化についてのステップの途中でございます。競争を活性化する観点からベースロード電源市場を創設することを含めやる一方で、さらに電源の効率化やさらには広域的課題への対応として容量市場をはじめ市場の新たな設計を進めていきたいと思ってございます。少しページをめくりいただきまして、15ページ目のところ、今回の2050年を見据えたエネルギー政策のところの主題でございます、エネルギー転換への挑戦ということでございます。ちょっと一つページをめくっていただきますと、エネルギー情勢懇談会の提言のポイントをお付けさせていただいてございます。こちら、有識者懇談会という形で、4月の13日にまとめさせていただいたものでございます。基本的にはこの提言をエネルギー基本計画の骨子にお入れさせていただいて、明日5月16日にエネルギー基本計画の本文案についてご議論いただくというシチュエーションでございます。キーワードだけ拾ってまいりたいと思います。お持ち込みに戻りいただきまして、右一番下、15ページ目と書かさせていただいているものをご覧いただきますと、第3章、2050年に向けたエネルギー展開の挑戦ということで、第1節、野心的な苦戦しないよう採用、あらゆる選択肢の可能性を追求ということでございます。2050年、32年後の世界でございます。技術の可能性があります。また、一方で不可密でもあります。情勢変化の不透明性がございます。やはり、外然性を持った予測は困難ではないかというふうに、私と、調整懇談会のご議論では、議論が出ました。つきては、主要国も見ますと、野心的ですが、ある種決め打ちをしていないという目標も掲げておりますし、先ほど議論ございましたけれども、結果だけ見ますと、イギリスやフランスという方が、ドイツよりも温室効果ガスの排出量を現状では着実に減らしているというふうに、数字上を見ていると考えてございます。現状、完璧なエネルギーがないということを現実を踏まえますと、まずは野心的な目標を抱えつつ、最新の情報につき重点を決めていく、伏線的なシナリオが妥当ではないかというのが、エネルギー調整懇談会の提言のポイントだと理解してございます。それを踏まえ、2050年のシナリオの設計として、まず1点はより高度な3プラスです。まず安全最優先に加えて、技術とガバナンスの改革による安全の革新、また資源の自給率に加えて、技術の自給率にこだわっていく、そして最大リスクの最小化を図っていく。環境抵抗は脱炭素化への挑戦という形で明記をさせていただく。国民負担の抑制に加えまして、自己産業の競争力の強化を図るという形で、ソフィスケートされた3プラスエースを提示させていただいたというふうに対しております。その上で、やはり最新の技術統合、情勢を科学的に把握をして、透明な仕組み手続きのもとで、各選択肢の開発目標や相対的な重点度合いを、これ柔軟に修正、決定していくという仕組みが必要だということも、情勢懇談会でご議論で、科学的レビューメカニズムというもののご提言をいただきました。今後、エネルギー基本計画の提言を踏まえ、具体化に向けた議論を早期に開始するよう、ご指摘をさせていただいているということでございます。また、合わせまして、従前は電源別のコスト検証をさせていただいておりますが、やはりエネルギー源のみのコストリスク検証では、コストリスク比較ではですね、システム全体の脱炭素化、どの程度進むのか、またリスクの程度、どの程度なのかということは測りがたいものですから、脱炭素化に向けたエネルギーシステム全体でコストリスクがどれだけあるのかという検証に転換してはどうかという形で書かさせていただいております。その上で、個別の選択肢の部分についてございますが、再生可能エネルギーについては、経済的に自立し、脱炭素化した主力電源化を目指すという形で書かさせていただきます。まず、価格を国際水準並みに引き下げて、フィットからの早期自立を図りながら、既存の送電網を開放を徹底し、補完電源としての火力の容量維持に取り組みつつ、さらなる大量導入に向けては、発電効率の抜本的な向上や、蓄電池や水素システムの開発等の課題に取り組む必要性について書かさせていただいております。原子力については、何よりまず安全の最優先でございます。その上で、経済的に自立し、脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り依存度を低減という形に書かさせていただきます。他方、足元、実用段階にある脱炭素化の選択肢であるということも事実でございますので、そのためにも社会的な信頼が不可欠であり、人材、技術、産業基盤の強化に直ちに着手する観点から、社会性、経済性、機能性に優れた論追求や、バックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めるという形をさせていただいております。
火力についても高橋先生からご指摘ございました。過渡期においては、IA の予測などを見てもですね、まだまだ一次エネルギーベースが新興国、先進国ともに主力と言わざるを得ないと思ってございます。従いまして、まずはクリーンなガスの利用へのシフトや、非効率石炭のフェードアウトを図っていくことが適切ではないかということでございまして、まあ、逆に高効率のクリーンコールについては、世界の低炭素国支援しつつ、長期で見ますと CCS、CO2 を埋めてしまうという形や、水素の活用といったものを日本が主導して行うことで、火力についても非化石電源の火力のリバイブを図っていくことが適当ではないかという形を書かさせていただいております。熱輸送についても電化水素化という形を書かさせていただいておりますが、省エネルギー分散型エネルギーシステムの性質の可能性を高めていくという形を書かさせていただいてございます。まあ、いろいろございますけれども、シナリオ実現、決して容易ではございません。政策、外交、産業、金融、この好循環を実現していくことが極めて大事だと思っております。投資も、さまざまな課題について、適切な投資額を引き出していくためには、過小投資になりがちな部分もしっかりと対処していく必要がございます。実行シナリオを具体的に作っていくという形のご提言をいただいております。エネルギー政策を展開し、国際連携を実現し、産業を強化してエネルギーインフラを再構築して、資金循環メカニズムを構築することで、全体として我が国の脱炭素を後押ししていくという形でございます。ものものご指摘、おりますけれども、ぜひ皆様方のご指導を賜ればと思っております。具体的な議論は明日の分科会で、本堂案でご議論いただくということでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。ね、10分じゃ無理ですよね。20分かかりましたし、これだけ早口で言っていただいたのに申し訳ありません。では今度は気候変動に関する有識者会合での検討状況ということで、先ほどの高橋宏先生のご発表のその元になる、まあ、外務省での取り組みを気候変動課長の石垣さんからコメントしていただきます。お願いします。外務省の気候変動課長の石垣でございます。本日はこのような説明の機会をいただきましてありがとうございます。同様に着席でご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私の方からはですね、先ほど高橋先生の方から気候変動に関する外務大臣の下での有識者会合のエネルギーに関する大きな部分についての内容についてのご説明をいただいておりますので、そこの重複は避けたいと思っております。従いまして、今田部先生からもご指摘がありました、この有識者会合を立ち上げる一種の我々としての問題意識、それからそれを踏まえてどういう対応をしてきたか、それからあと、高橋先生の方からは、この有識者会合の方で提出をしていただいている提言の中のエネルギーに関する部分というものについて の内容を掘り下げてご説明いただいておりますけれども、外交当局としてはエネルギーも当然大事な一要素でございますけれども、それを含めた気候変動全体についてのですね、外交上の重要性についてどういうふうに考えているかということを簡単にお話ししたいというふうに思っております。まず、この、有識者会合の言ってみれば、立ち上がりの、背景ということでございますけれども、河野外務大臣がですね、就任された去年、それから再任された内閣改造後ですね、時のいずれの場合においてもですね、大臣の方からはご自分のお考えとして重要視している外交課題を挙げられたわけですけれども、就任演説、再任の時の記者会見でございますけれども、その中では当然北朝鮮の核問題であるとかですね、日本が抱えるその、安全保障あるいは政治経済上のさまざまな課題があるという中で、気候変動を含むグローバルな課題というのを挙げられております。ですから外務省として取り上げる課題として、これは当然重要なものとして、もちろんパリ協定の時から河野大臣の就任前から取り組んでいるわけですけども、さらにそれを、重要視して大臣自らリーダーシップを取っていただいているということでございます。去年のですね、後半の方では相当特に北朝鮮関連の動き等もありましてですね、なかなか大臣がその気候変動に直接関与する機会というのは多くはなかったわけでございますけれども、その中でもですね、国連総会の時に事務総長が主催される気候変動に関するパネル会合であるとか、あと去年の12月にですね、パリで開催されたパリ協定の成立2周年を記念する気候変動サミットには総理の名代として出席されまして、そこの主要な、
パネルディスカッションの最初の方でですね、日本の取り組みというのを配信されているわけでございます。一方でですね、大臣自身はですね、就任前から気候変動問題については重視しているけれども、やはりその中で先ほどから繰り返し、高橋先生、それからあるいは経産省の、中西室長も指摘されているとおり、この分野、非常に動きが急速なものでございますので、そういった最新の状況について常にアップデートをしていきたい。で、その中で特にその気候変動問題に長年関わっていて、あるいはその最新の動向を通じている人たちから直接インプットを得たいということで、この有識者会合は立ち上がるということになった次第でございます。従いまして、その設立の時、京都市の1月に発表しまして、第1回の会合が1月の9日だったわけでございますけれども、その時には、明示的にその世界の最新の動向を把握すると、それから NGO や研究者、そして気候変動に積極的に対応する企業の声を生かした新たな政策の方向性を打ち出すために、この会合を立ち上げるということでございます。ですから、主に議論した内容、あれしていただいた内容としましては、国際的な再生可能エネルギーの動向と、それから気候変動に関する諸課題ということですね。気候変動を逆に申し上げますと、エネルギーの問題だけではございませんので、つまり例えばその激甚化する自然災害をどのように対応するかという問題は、特に途上国の一部においては再生可能エネルギーの導入以上に高い関心ある危機感を持っている課題、海面の上昇とかですね、干ばつ、それから洪水という、こういう問題でございますけれども、そういったことについて外交課題としてどのように取り上げるかということを検討していただいたということでございます。それから先ほど高橋先生からありました、非常にハイピッチでこの会合を行われたということでございます。1月の9日に第1回の会合を行いまして、4月の19日に最終的な気候変動全外交全体に関する提言をいただきましたけれども、その間で12回そして大臣も3回臨席する形でこの議論を行ったわけです。一部 の特に取材をいただいている方がどうしてこんなに急いだんですかというようなこともよく聞かれるわけですけれども、やはり外交当局としましては気候変動に関する最新の状況というのはもちろん大使館あるいはCOPといったさまざまな場所での情報収集あるいは実際の交渉を通じて入手をしているわけですけれども、今年特にもう皆さんご存知のとおり COP24 においてですね、パリ協定 その実施指針というのを採択することになっていると。でその中は、前哨戦あるいはそれの本格化する議論というのはつい 先週終わったんですけれども、4月の下旬からですね、ちょうど日本では連休の時でしたけれども、ボンドですね、気候変動枠組み条約の補助機関会合というところで開催されました。ですからそういった重要な外交的なその交渉の場に我々がその臨むにあたってですね、最新の教訓についてぜひとも有識者の方からのインプットをいただきたかったというのが最大の眼目でございます。先ほど高橋先生の方からエネルギーの分野についての提言の内容については詳しくご説明いただきましたので、手元にはですね、外交当局として当然そこので得られている提言の内容についてはよく踏まえて対応していくということになっておりますけれども、触れられていなかった、ですね、手元に外務省配布資料としてあるものの3番目ですね、気候変動に関する有識者による気候変動に関する提言というこの3番目ですね、全体の通番のページ数はございませんのでちょっと見づらいかもしれませんけど、後ろから大体12、3枚目のところに資料3ということで本文ですから後ろの一番最後には資料集がございますけれども、戻っていただくとここにですね、全体としての提言ということで書かれております。ここに触れながらですね、外務省として引き続きどういうことをやっているかということを簡単に触れたいと思っております。ここのですね、冒頭に書いてあります通り、そのエネルギーに対する提言に引き続いて全体を俯瞰したその気候変動外交についての提言をいただいたということでございます。そしてここのですね、よろしくございますでしょうか。はい、ここでですね、我々としてやっぱり重要な指摘をいただいているとか、あるいは我々の問題意識として近いものというのはですね、もう気候変動問題というのは単なる環境問題ではもはやないのですと。特にその各国の政治、経済、あるいは経済社会開発、特に途上国においては再生可能エネルギーをどう導入するかと、あるいは先ほど触れたとおり自然災害が厳しくなっていく中でどのように対応していくかという、そういう開発の課題にも直結して、さらにはその紛争のリスクにもなり得るという、そういう外交課題になっているということを踏まえて総合的な外交政策を考えなくてはいけないという問題意識を危機感を提示したいというふうに理解しております。ですから、めくっていただきましてですね、3ページ目になりますけれども、
具体的な、4ページ目になりますね、国際的な動きとそれから日本の動き、中の動きというのを紹介された後で、あるいは指摘していただいた後で、4ページ目が外交当局として何をすべきかと、当然先ほどのエネルギーに関する提言もその一部でありますけれども、それも含めてですね、気候変動外交というのを外務省 の、 その外交政策の中 の、 その一種、小説でありますか、メインストリームにしていくのですと。ということを指摘を受けています。そしてその中でエネルギーに関する提言の中でも触れられていますけれども、パリ協定はご存知の方も多いと思いますけれども、単にその国同士の約束をしているということだけではなくて、企業、それから、自治体、そして市民社会がそのパリ協定に掲げられている2度目標、あるいは 1.5 度目標の努力目標というのを実現するためにそれぞれ頑張っていくと、こういった取り組みも外交当局として後押しし、それから連携をしていくのが大事だということが書かれております。ですからそういったところで、それが2番目 の、 その投資ビジネスのところもありますし、それから5ページ目に具体的に書いているさまざまなビジネスを促進していくような取り組みも含めてやっていく、それから地域間の連携であるとか、その自治体の取り組みと、それから資金をさらに導入していく、そのために民間企業投資家との連携をしていくといったことをアイデアとして提示をしていただいているという理解でございます。ですからこういったところに関しましては、外交当局としましても、先ほど触れました通り、単にこれは環境保護のための課題ではないと、むしろパリ協定の大きな要素というのは、この気候変動対策というのがその経済の成長を損なう、あるいは競争力をに対して過剰な負担となるコストではなくて、気候変動に対策を講じることによるビジネスチャンスが生まれてくる、こういったところについて日本の企業あるいは投資家も積極的に関与していく、そういったことを外交当局としてしっかりやっていくということで提言をいただいているというふうに考えてございます。この4月19日に提言をいただきまして、外務省としましては、先日でございますけれども、外務省の省内にこの気候変動の外交を進める上でのタスクフォースというのを、設置いたしまして、この、気候変動問題というのは、単に、この SDGs あるいは気候変動を担当している局か、進めるだけではなくて、省内、横断的にですね、それぞれの地域あるいは課題を取り組む外交担当部局が率先してそういったアイデアを考えていくようなことをしていこうということで、早速できるところから対応を始めているということでございます。政府の中でですね、この言っていただいている提言をどういうふうに実現していくかということにつきましてはですね、先ほどエネルギー基本計画あるいはその、2050年のですね、長期戦略をその策定する経産省の、取り組み、それから次にお話があると思いますけれども、環境省の中でもそういう2030年あるいは2050年の目標を達成する、あるいはそれを策定する上での、考えというのが当然、練られているわけでございますけれども、そういった関係部、省庁部局と連携しながらですね、ていただいている提言の内容を踏まえて実現に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。私から以上でございます。はい、ありがとうございます。外務省で河野大臣のもと取り組むことになった経緯も含めてお話をいただきました。で、省庁からの、プレゼンテーションの最後が、環境省から、再エネ加速化最大化促進プログラム2018年版とこういうカラーのが出ておりまして、これについて少しコメントお願いします。はい、ありがとうございます。環境省の地球温暖化対策課長の松沢と申します。着座してご説明させていただきます。私ども3月の下旬に中央環境審議会の、長期低炭素ビジョンを検討する小委員会でですね、2050年のですね、いわゆる長期戦略、国連に提出することになっております。それを環境省として基本的考え方というのを取りまとめております。その中で、先ほど資源エネルギー庁の、中西さんからお話ありましたけれども、再エネを主力電源化にするという話ございますけれども、環境省でも、長期戦略の中では、いろいろなイノベーション、の中でエネルギーのイノベーションとしては再エネの主力電源化、
それを進めていく必要があるであろうということを打ち出しております。まあ、そういったことも踏まえまして、まず足元から、地域の資源であります再エネの導入を加速化あるいは最大化していこうということで、足元の取り組みということで、2018年版ということで取りまとめたものでございます。でこのプログラムの狙いは、消費者の方あるいはさまざまな企業の方あるいは地方自治体の方に、再エネ、これの導入にですね、地域で取り組んでいただき、地域から社会の脱炭素化これを進めていただこうということで、その基本的な考え方でございます。環境省としての基本的な考え方なりアプローチをですね取りまとめ、合わせましてすでに各地で先進的な取り組みありますので、参考事例集という形でそういう先進事例をまとめたというものでございます。お手元1から7まで主なポイントがございますが、まずは主力エネルギー源に再エネをしていく必要があると、それから国際競争の重要な要素に再エネは既になっていると、多種多様な地域の再エネを生かしていくことが大事であると、でその主役は地域の消費者の皆さんであったり企業あるいは地方自治体の皆さんであると、で再エネに取り組むということは同時にさまざまな地域課題の解決にもつながるであろうと、それと省エネルギー、蓄エネルギーとパッケージですね、親和性のあるこういうものと一緒に取り組むことが大事であると、それらを踏まえまして、このプログラムでは3つのアプローチを提示をしております。最初のアプローチは住まい、オフィス、エネルギーを使う場で最小蓄エネをどんどん入れていこうというもの、2つ目が地域で再エネを中心にしまして省エネルギーあるいは蓄エネルギーといったものを組み合わせたビジネス、サービスを起こして地域をエネルギー的に自立をして脱炭素化していこうと、3つ目が偏在性はありますけれども地域には豊富な大規模な再エネがあるところございますので、それを最大限活用していくと、この3段階のアプローチを提示をしているというものでございます。次のページは国内外の動向ということで、先ほど資源エネルギー庁さん、外務省さんからそれぞれご説明はありましたが、世界的な再エネシフト、それから Google、Apple などグローバル企業がいわゆる RE100 と呼ばれる再エネ 100% で事業運営するという、まあ、そういうコミットメントに参加をしている、日本でも世界でも再エネのコストダウンというのが進んでいると、日本企業の中でも RE100 に関しては立候ですとか積水ハウス、アスクル、ダイオハウス、ワタミ、ここに書いてございませんが、イオンもですね、その後こういったところに参画をされていると、この主要な電源に再エネがなっていくというのは動かしがたい潮流であろうと、右下にございますようにそれを地域でやっていくことで地方経済の活性化もできるのではないかということでございます。それでアプローチが3つございまして、3ページ目3枚目のところでございますが、一番左側の住宅オフィス、ここにやっていこうというのが代表選手がゼロエネルギーハウス ZEH あるいはゼロエネルギービルディングの ZEP でございます。でアプローチの 2番目、地域最小蓄エネ企業で書いておりますが、これはいろいろな地域で、いわゆる地域新電力というビジネスを起こしているおられるところもございますし、さまざまな取り組みがございます。ここでは北海道下川町あるいは福岡県の美山のお話を、ページとして書いてございます。3つ目のアプローチでございますが、風力、洋上が特にポテンシャル大きくございますので、新しい法律も法案が今回の国会に提出もされておりますけれども、こういったものを、地域とうまく調和しながらですね、導入をしていくということが、3つ目のアプローチでございます。次のページをご覧いただきまして、これはアプローチ1に関して、住宅にお住まいの方、あるいはビルを使っている人、それからそういった、住宅ビルを、に関連する、企業の方、さらに地方自治体、それぞれにチャンス、それからメリットがあるというのを、整理をしているものでございます。例えば住宅の方々は、ゼロエネルギーハウスで新築をしていこうと、そのような、選択のチャンスがあるわけでございますが、それによって、快適で健康に良い住まいと資産価値も向上するということで、脱炭素化だけでなくさまざまなメリットも、獲得できるということでございます。次のページが、このアプローチ1に関しての、政策的にどういう支援をしていくのかというアプローチを、書いてございます。
ゼブ、やはり初期コストかかりますので、その負担の軽減に取り組んでいく必要がございます。また、担い手、ゼッチビルダーとかゼッチプランナー、こういったところの拡大、まあ、さらに、資金を呼び込んでいく必要がございますので、環境価値を見える化をするというようなこと、それから技術のイノベーションでございます。で次のページでございますが、2番目のアプローチ、地域最小築エネ企業でございますが、これも地域消費者企業、あるいはそういったビジネスに関与する企業、地方自治体、それぞれにチャンスとメリットがございます。例えば、地元の方にとってみれば、市民出資あるいは企業出資ということで、こういった企業に参画をすると。それによって、地域の地産地消の再エネ、そういう形で地元の活性化に貢献できると、まあ、こういうメリットが、得られるということでございます。次のページご覧いただきまして、アプローチ2に関する、政策的な支援、アプローチでございます。まずは計画作りということで、ここは地方公共団体自治体が中心になって再エネ導入を広げていく、再エネを拡大する地域の計画というのを作っていくのが、いいんではないかと考えています。その他、人、それから、電源、再エネ源の開発、民間資金を呼び込むお金の話、技術分野での、さまざまなイノベーションということで、水素ですとか、あるいはリユース、リサイクルの話、こういったところを支援していこうというものでございます。で3つ目のアプローチが次のページでございます。こちらもさまざまなプレイヤーにそれぞれ、チャンスとメリットが、ございます。その地域で再エネの開発をしようと、そういう企業にとってはチャンスとしては、その地域での協業ですとか資金調達というチャンスがございますし、またそういったことを通じて地域経済に貢献するということで、ビットの買取制度を使って、最初の20年間はそういう事業をやったとしても、そのビットの買取期間終了後もですね、継続的に事業をやっていく、そういう基盤が確保できるということでございます。次のページでございますが、アプローチ3に関しての政策的な支援ということで、環境省としては環境アセスメント制度、これに関して迅速化をして再エネ導入の円滑化をしていく、それからこういった大規模な地域貢献型の再エネ開発のアプローチ、そういうものを確立していく必要があるだろうと思っております。また民間資金の流れの拡大ということで、グリーンファンド、そういったものの活用、それと技術開発、洋上風力でいえば発電コストの低減といったことを支援していくことを考えております。最後のページでございますが、今後のさらなる対応の可能性ということで、共通的なアプローチとしては、社会全体の資金を再エネ導入拡大に振り向けていくということが、大事だろうと、それからアプローチ1に関しては、消費者、生産する消費者ということで、いわゆるプロシューマーと呼ばれるものになっていくと、今後こういったことが増えていくのではないかと。アプローチの2に関しては、さまざまな新しいビジネスモデル、地元の農業と両立するようなモデルですとか、そういったビジネスモデルをどんどん作っていくことが大事ではないかと。アプローチの3つ目でございますが、低コスト化の技術開発、あるいはエネルギー需要を持っている事業所が逆にポテンシャル、再エネポテンシャルの豊富な地域に誘致することができると、こういうチャンス、変化が期待できるのではないかと、こういったところもですね、今後の2019年以降のこのプログラムの中に反映をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、ではここまでですでにして1時間10分も経過し、ずっと聞いてるばかりだと頭が枯渇していくので、すいませんが、ここで一回皆さんからのご質問、あるいは今お話しいただいた高橋先生から各省庁に何かこの点はどうかとかあれば、先にちょっとディスカッスをして頭を覚醒させて、より対話ができるようにした方がいいかと思いますが、まずどなたか会場からというか、ご質問あれば、先ほどまで秋元さんおられましたが帰られましたので、どなたでも結構です。今の方についてこれ聞いておきたいというのがあればお願いします。どうでしょう。はい、お願いします。どうもありがとうございます。柿沢です。
まあ、経産省さんからエネルギー基本計画のこのご試案と、あと調整懇談会のですね、報告書ですか、これ拝見させていただきましたけれども、まあ、言葉はいろいろ踊ってるんですが、特にこの調整懇談会の報告書をちょっと、斜め読みをしますと、有識者の委員の皆さんには悪いんですけども、要はこういろいろこう言葉は表面上いろいろ書かれてますけれども、ほとんど何も言ってないような感じがします。でなおかつ、まあ、現状追認とまた場当たり的な、まあ、その状況対応というか、見通しのない、そうした対応を今後も続けていって、まあ、日本のある種のチャンスを、まあ、ミスミス逃していると、まあ、正直申し上げて冷静に申し上げますけれども、本当に経産省さん、資源エネルギー庁さんの本当に罪万死に値する、こういうふうに印象 を持ちます。で、これ外務省さんにも環境省さんにも共通で申し上げたいんですけれども、いろんなこと言うんですよ、綺麗なこと言うんですけど、でも私目の前でできることを全然口にしていないことがあるんじゃないかと思っています。それは原発でも再エネでもなくてですね、省エネの分野です。住宅部門における断熱性能の向上、省エネ、これヨーロッパと比べて日本の遅れ方は本当に恥ずかしいくらいで、まあ、ドイツのパシフハウス基準から比べれば日本は5倍もエネルギー消費量が多くて、まあ、窓の性能なんて犬小屋並みだと言われているような状態で、アルミサッシ9割みたいなことをやってるわけですね。私は、まあ、窓のことも、まあ、国会でも取り上げさせていただいていろいろ反響を呼んでますけれども、そもそもヨーロッパと比べて全く不十分だと言われている改正省エネ基準を住宅に全面適用して義務化するという2020年の目標もやるのかやらないのかまだ決まっていないような状態でしょ。これで本当に省エネやってエネルギー消費量を減少させて脱炭素化していこうとかですね、こんなこと本気で考えてるのかと、この一時を持ってもですね、言葉だけなんじゃないかという印象を持つんですけれども、まあ、経産省に聞いてもしょうがないので、積極的な姿勢を見せてると思われる環境省さんと内務省さん、この点についてはどう思ってるんですか。結局国交省が文句言うからやめますと、国交省ですよ、これはビルダーの問題なんで、国交省が文句言うからできませんと、で屋根に太陽光を乗せて差し引きゼロでネットゼロエネルギーならそれでいいんですと、こんなことをずっと続けるんですか。お伺いします。はい、では本当は秋元さんが国交省の政務官でいてくださるとよかったんですけど帰ってしまわれたので、それで、まあ、中西さんには、まあ、ちょっとね批判が強かったですけど後で反論のチャンスは与えますので、今ご質問のあった外務省と環境省を、まあ、もっと省エネ深掘りできるんじゃない住宅っていうところで、もしご意見をお答えあったらお願いします。柿澤先生どうもありがとうございます。ご指摘のところは我々全くもって同感でございまして、もちろんその施策としてどういうふうにするかというのは関係省庁との調整という話は当然あるわけですけれども、今回の有識者会合の中でもの会議の提言の中でもまさにできることは何かということ、あるいはやっていないことは何かというところについての指摘というのは非常にありまして、で外務省の中でもですね、省内の議論の中でやはりその日本としてこの気候変動対策を進めていくというときに途上国の支援も当然大事ではありますけれども、同時にその、エネルギー効率 の向上、まあ、いわゆる省エネですね、それと再エネ その導入の拡大というのはやっぱり非常に大事な課題だろうということを指摘されまして、我々も全くもって同感でございます。でこういった点についてはですね、当然その場でそういった政策を議論する場所というのは私の政府内であるわけですけれども、我々としてはやっぱりもっとできるべきやるべきことというのはいっぱいあると思っていますので、当然の一つの課題としてやっていきたいというふうに考えています。なので日本のその、もっとできる一部昔言われていたその乾いた雑巾でもできることないということには我々は組みしていないので、そこはもっと関係省庁とも連携して、特に環境省さん の先ほど触れていた税地の話とかですね、そういったところの中でもその住宅の断熱、あるいはそういった基準についての危機感あるいは問題意識を共有していきたいと思っております。
環境省さんどうでしょう。柿澤先生にあの環境委員会で、今先生ご指摘やお話ご質問をいただきまして、私も偶然なんですけども、つい先日日本の窓を、笹川専務官、環境大臣専務官とですね一緒に、昨日ですね、工場も見学をしてまいりました。あの断熱性の高い窓ということで、日本の窓さんは、柿澤先生ご紹介いただきましたけれども、あの日本の国産の木で、木のサッシで、トリプルガラスでですね、まあ、再生ガラスのトリプルガラスで非常に高級な窓ですけれども、そういう窓を作ってそれを広げていこうという非常にあの、最先端の取り組みをですね、国産資源も使いながらやっていくという、まあ、あの今後日本元気にしていく、企業であるというふうに私も実感をいたしました。先生ご指摘のその住宅の省エネ基準、全面的にその新築住宅に2020年まで適用していくというのは、これ段階的に、検討してですね、それを実現していくというのが大方針として決まっておりますけれども、具体的にどうするかというところは、国交省の住宅局中心に、検討しているというのが今現状でございます。で、私どもあの住宅については新築もさることながら、既存のストックも含めてですね、断熱性能を上げていくというのは非常に大事だと思っています。これはもちろん省エネルギーというのが私どもの、その行政領域から言うと、大事だということでございますが、合わせて住んでいる方、からするとですね、ヒートショックを防ぐということで、健康寿命も伸びるんじゃないかということで、そういう意味で、いろんなその問題解決もなりますので、そういう意味でぜひ先生方にもご支援をいただいて、新築住宅、こういうものに省エネ基準が、まあ、あのまずは段階的にやっていく必要があると思いますので、日本が遅れているというのは客観的に私もその通りだと思いますので、一足飛びに追いつくというのは大変難しいかもしれませんけれども、段階的に新築に適用していって、それから既存住宅でも断熱性能を上げて、健康で快適な住宅、それが、まあ、CO2 も出さないということになりますので、そういう面で我々、特にその消費者の人たちにそういうものを選んでいただくような、政策というのを、分担しながらですね、行きたいというふうに思っております。はい、まあ、三方よしだと。あの経産省、中西さんも今経産省としてのそのあたりの認識もしあれば頑張っていただきたいのでお願いします。あのコメントをいただきましてありがとうございます。あの私どもも省エネ取り組みについては、あの組織的にやらなきゃいけないという認識は環境省さん、外務省さんと認識を一致してございます。あの私どもエネルギーミックスにおきましても、2030年度までに5000万キロリットル以上のエネルギー消費、原油換算でですね、5000万キロリットル以上のエネルギー消費を減らしていくということでございまして、これはオイルショック後並みのエネルギー消費効率を改善していくということを意味してございます。これは非常にチャレンジングな目標でございます。あの当然私どもエネルギー基本計画では変更部分ではなかったので、私説明を飛ばさせていただきましたが、実際のところについても具体的に建築物の省エネ対応ということで、7ページ目の方に既存建築物住宅の改修建て替え、それから新築建築物住宅の高効率化、全部設置の導入促進ということでございます。大規模非住宅建築物のエネルギー基準適用義務化も含めまして、関係省庁の皆さん方としっかりと連携をしていきながら、先生のご批判を唱えつつしっかりと進めていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ高橋さん、一言だけ、ちょっと2020年の改正省エネ基準の義務化が先送りされるんじゃないかとみんなこう心配して見てるんですよ。本当に世界に大幅に立ち遅れた基準を、それをなんとか義務化をしようという、それすら先送りするようだったら、今の言葉上の説明は全く言葉だけだってことになっちゃいますから、その点強調しておきたいと思います。はい、強調ありがとうございます。高橋さん、なんかコメントがあれば。大丈夫ですか。はい、じゃあ同感だってコメント。はい、引き続いて飯田哲成さんの方からお話をちょっとこの特に2050年問題含めてお願いをいたします。はい、
はい、私とバンさんからコメントということになっているので、まあ、手短に伸びているので、で今 ICEP の方のパブリックコメントを配布させていただいたんですが、まあ、これはもう見ていただいて一言があるんですが、その前にむしろやっぱり今 の, 特に経済産業省さんの作られたものについてコメントをさせていただくと、なんというかですね、印象論としては、まあ、無理して洋服着てるんだけど頭にはちょんまげがあって胴体には鎧があってお尻には尻尾があるというなんかそんな感じでですね、先ほど言葉が踊るっていうふうにおっしゃってまさにそうで、なんか総力戦とかですね、なんかすごく大言壮語な言葉が踊っているのと、もう一つ特徴はですね、養徳肉なんですよね。福島第一原発の経験を踏まえたとかですね、それから再エネを主力電源にするとかですね、原発の依存度を下げるという大きな言葉は、まあ、きれいな言葉で作っておきながら、現実見ていくと全く真反対のことをやっているという完全に養徳肉のものになっていると。で、まあ、そこら辺を踏まえて、まあ、そのあと現実を踏まえていないということですね。本当に世界全体が再エネ主力になっていると、今年の春私が鉄テレンコミッティの委員を務めているレン21とそれからアイリーナとそれから初めて IEA とその3社共同のレポートを初めに出して、で今 IEA の事務局長ファティ・ビロルは、ですね、2010年頃に作ったその映画ではもう完全に石炭再エネ派だったんですね。ところが今 彼は完全に再エネのチアリーナになって、この人こんなに変わるんだっていうふうに、IEA ですらですね、本当数年前まで IEA って悪の権限っていうふうに NGO から言われたのが、今 IEA がむしろすごくリードするほど、やっぱりこの現実に合わせて認識と対応を変えていってるんですけど、なぜか日本は特に経済産業外務省のようなレポートと環境省のレポートが経産省が出たら世の中というか日本は変わるんだろうと思うんですけど、経産省が相変わらず、まあ、養徳肉の、まあ、お腹に、鎧があり背中にお尻に尻尾がある、まあ、いわゆるエネルギー恐竜と我々言いますが、まあ、大きな点としては、まあ、ICEPで出したいわば大きく2つあってですね、一つはコンセプトがやっぱり完全にずれている、つまり未だに原発と石炭が中心だということはその鎧が透けて見えていてですね、言葉をどんなに飾ろうとそれを全く変えてないですね。でもう一つはこれ環境省にも入ってて非常に残念ですが、水素です。もう水素の時代なんかもうはっきり言ってトヨタとホンダとヒュンダイしかやってなくてですね、水素ってイーロン・マスクは何て言ってるかというと、フューエルセルではなくてフールセルとバカが売ってるんだって言ってですね、もう水素が来るなんてことは誰も言ってないんですよ。でむしろ大事なのはTaaS とか MaaS って言われてる、いわゆる AI とライドシェアを統合していわゆるトランスポートアズアサービス、あるいはモビリティアズアサービスということで、これ完全に電気自動車が中心なんですよね。で、まあ、このことを言うと完全に日本を空洞化しちゃうというような時代にまだのんきに水素とかまだ言っているというようなですね、この、まあ、水素はまだ原発と石炭よりは罪は少ないかもしれませんけど、でも本当に自動車産業の屋台骨の背中からあとかなんていうかですね、アキレス腱が切れるような状態を結局経産省は作ってしまったなという気がします。でもう一つは悪魔も神も細部に宿るという、やっぱり細かい点がやっぱり非常に大きな問題が、実は今日ご説明は時間がわずか10分も20分に延ばしてもできなかった部分がいっぱいあって、まず再エネが変動するから未だにバックアップが必要だというのも、これも完全に世界と取り残された発想ですね。もうそんなこと言ってるところはない。これも今年の春で出たその IEA とアイリーナとレムというレポートの中で、とにかくもう 20% は既存の技術で十分入るんだと、変動型電源はですね。でデンマークなんかはもう今40数%から 50% これでも対応できていると。で日本はまだ 5% なので全く問題なくできる。ただそのレポートの中で面白いのがあって、ジャパンとその後に九州というのが、九州括弧ジャパンと、九電だけは確かに十数%になっているので、まあ確かに苦労してますがでも 20% ぐらいは既存の系統技術で十分できるんだと。でそれはフレキシビリティという変動型というコンセプトに変えていけば十分できるんですよということですが、日本は九電はですね、今何て言ってるかというと、今たまたま仙台原発が止まって停止しているから秋になると
限界が2つ、仙台が動くと、いよいよ再エネ太陽光を抑制する番ですね、みたいなことを言っていてですね、それはやっぱり違うだろうというようなところです。それから送電線がやっぱり完全に中立になっていないので、まあ、ちょうど今、タクソ料金の、パブコメが明日かかってますが、まあ、とにかくこれの運用とかですね、あと細かいというか非常に重要な点でいうと、先ほど再エネのコストも問題になりましたが、日本の再エネが高いのは確かに非効率な部分もありますが、ただ直近に今あっていた再エネ事業者はキロワット8万円でもできるという事業者も登場しているんですが、ただ日本がこれからも高いのはですね、大きく2つ理由があって、一つは負担金です。これは非常に負担金は本当は送電線に繰り延べればほとんどコストにならないものがですね、太陽光とか風力のコストに乗っかってくるんですね。でつい最近私の関係しているご当地の関係で、西日本でですね、3メガ2つ、18A の設備認定を出したらですね、いまだにコネクト&マネージでやってると経産省は言ってますが、それで3億円の負担金を出してます。それで、今 3メガはですね、3億円でできるんです。3メガ2つで6メガ3億円に、あ、6億円に3億円の負担金が乗っかるんです。これ非常に大きな問題。でもう一つですね、もう一つは権利金です。権利がですね、今でも36円、40円、32円が、だいたい30メガぐらい残ってます。まあ、そのうち建設が進んでる結構ありますけど、でこれの権利がですね、やっぱり1メガワットあたり1億から2億、これ完全なレントですね。で、それがまだこれから36円、40円が、30メガ、要は消費者の負担に乗って、そのうちの半額以上は負担金とレントで消えていくんですね。でこれは非常に大きな問題で、単にコストが高いから技術革新とかそういうなんか机上の空論では全く同じにならない。本当に神と悪魔は細部で、まあ、そういった細かい点が全然詰められていないということが、まあ、大きな課題かなと。まあ、ICEP の主張としては、まあ、まずはコンセプトを変えましょうよと。とにかく再エネ主力電源というんだったら、それに実態に合わせて、かつ現実をきちんとモニタリングして、本当に再エネが普及するような障害を丁寧に取り除いていくと。ちょうど今日農水省がソーラーシェアリング3年から10年に延長しますということも発表してくる。せっかくなら20年してくれたらよかったんですけど、3年ごとの一時転用ですね、10年にするっていうのを今日発表しましたが、中途半端に10年せず20年にしろよと言ってるんですけど、まあ、そういったこととかですね、そういうことを丁寧にやっていくってことが大事です。で、あと1点で、あと現実の本当の今 のカッティングエッジというかですね、進んだ情報に基づいたレポートになってないんですね。例えばデンマークだと、デンマークというかですね、ヨーロッパ、EU がおととし、2050年のヒートロードマップ、電力だけではなくて、温熱の分野も CO280% 削減しましょうと。で、このレポートは実はデンマークが書いたんですけど、レポートの主張ですね。で、その中心は実はですね、第4世代地域熱供給という、供給温度を50度という低温で供給しながら、地域熱供給をしていると。で、なおかつそこに今、どんどんデンマークで降るというのは巨大な太陽熱の温水プールをですね、季節間貯蔵しているということ でそうすると風力発電が40、50になっていくとですね、その風力発電の、まあ、余剰というか正確に言うとネガティブプライスの時の風力発電を熱に変えていく。そうすると、蓄電池で貯めるよりも40から50、あ、違う違う、100倍から1000倍ぐらい安い、電気を熱で貯める。でさらにそのネガティブプロイスの風力発電を水素に一旦変えるんですが、それで CO2 をグリーンガスに変えていって、メタンガスとそのグリーンガスで天然ガスを全部グリーン化することで、電気自動車でカバーできない輸送部門も風力が一番安いというベースで、しかも風力の比率を高めながら熱と輸送も全部串出しで変えていくというですね、まあ、そういうようなことが現実に起きているわけですね。でそういうなんかことがなく総力戦とかですね、言葉が踊ってるだけで現実何やるんだろうかっていう、まあそういうことが見えてこないのがちょっと残念な基本計画だなというふうに思いました。はい、以上。はい、ありがとうございます。でも
続いてバンさん。では私の方からは今日お配りしています原子力市民委員会の声明というのがあって、これについて少しお話をするのが最初で、その次に経産省の今度のエネルギー基本計画の見直し骨子案に対するコメントを次に話をしたいと思います。まず原子力市民委員会というのは委員が13名いるんですが、4つの部会に分かれていて、福島部会とかですね、廃棄物、放射性廃棄物の部会、規制関係の部会、そしてどういうふうにして脱原発を進めていくかというエネルギーに関する部会と分かれていて、それぞれ部会のメンバーを加えると総勢43名というところで、大学の先生とかですね、NGO の例えばのメンバーであるとか、弁護士であるとか、いろんな人が入っている、まあ、いわばシンクタンクみたいな組織なわけです。でさらにアドバイザーという方が34名いてくれるというようなところで、この間2014年に、原発ゼロ社会を目指すということで一つの提言書をまとめて、昨年も2017年版を発表は今年からそのゼロ社会に向けてという、提言集をまとめておると、そういうような組織で、今座長は大島健一さんの龍谷大学の教授、それから事務局長に細川孝明さん、京都精華大学の教授という方が、いると。そんな組織がですね、今日そのエネルギー基本計画は原発ゼロ社会の実現を前提にすべきだという提言を求めました。細かいところは読んでいただければと思いますが、全体5つのポイントからなっておりまして、1つは原発ゼロを目指すべきであるということ、2つ目は新規制基準に基づく審査では安全が確保されてないのだという認識、それから原発のコストが高いという、認識、それから4つ目は意思決定プロセス、これに市民からの意見をきちっと反映させているのかと、ご意見箱は設置したんだけどほとんどそこに寄せられた意見は無視されてるんじゃないかということですね。そして第5にベースロード電源という発想が、電力システム改革を後退させていると、だからこの位置づけを外しなさいというふうなことを5点にわたって、細かく書いてあるので、詳細は、読んで、くださいって、そういうのを発表しました。その原発ゼロ社会の道というのは原子力市民会のホームページに見ればダウンロードできますので、ぜひ、一度はお読みいただきたいと思います。で今日の骨子案に対するコメントなんですが、2050年へ向けたところでの話が出ているんですが、先ほどからいろんな人が言っているようにすごく相場な的で、どこまで本気なのかというのが見えてこない。なので経産省の方に私は質問したいんだけど、これでやって実際に CO2 削減 80% っていうのをやるということができるのかどうかということを聞きたいと思います。火力発電所については高効率化を目指すというんだけど、高効率化を目指してある種設備投資なり入れ替えなりをすると、リプレースなんかをしたらそれは数十年使うことになるわけだから、末永く火力発電所の時代が続くということになってしまうということで、だから実際にどういうふうにして CO2 を削減するのかということが見えてこない、大体の見通しというのをどう考えているのかというのが一つ目ですね。で二つ目は再生可能エネルギーが拡大すると、その主力電源に持っていくということになっているんですが、例えば2030年時点ですと主力電源って石炭火力になってますよね、この割合から言うと。果たしてそういう中で、どういうふうにして主力電源に持っていくのかということです。でそういう中の一つに送電線の中立化といいますか、2020年からは発送電が分離されて送電網というのは完全に中立化することになっているはずなんですが、その辺のことについては一言もこの中に書いてないんですね。
文字通り中立化していかないとダメなんだけど、今のなんかホールディングカンパニー制みたいなんで、結構その中立化に疑問符がついているのではないかと思うが、思うんですが、完全に中立化するための政策というのをどういうふうに考えているのかというのが2つ目の質問です。それから、まあ、原子力依存度を限り可能な限り低減するというのは外務省の中にもそれは出発点だと書いてあり、情勢婚の中もそこから出発するというふうに書いてあるんですが、本当にこの今の基本計画見直し案というのはそこから出発しているのかどうかということに対する、まあ、疑問です。で、2030年、まあ、2050年については、まあ、ベースロード電源とかそんな表現はないんだけど、いつどう外れるのかは何も書いてなくて、ひょっとしたらずるずるといくかもしれないという疑問はあるんですが、2030年時点ではこれベースロード電源というふうになっているし、20から 22% が原子力だというふうになっていて、その根拠はかなりの蓋然性を持っているというんですが、実は蓋然性と言われても根拠ってあるのかどうか極めて疑問で、というのは今のシステムはこれ前から僕疑問ぶつけているんだけど、規制委員会が OK と認めたものはまあ運転するということになって、経済産業省は蚊帳の外なわけですよね。で、そうすると蓋然性があると言ってもそれは今の段階では判断できないはずなんですが、20から22というのは書いてあると。で、申請されているのは、まあ、26期ですか、なんかそれぐらいだったと思いますが、まだ申請されてないのもあると。で、そんな中で本当にこれ何を根拠にこういうことを言っているのかということが疑問で、まあそれを目指すということについては国民的な、まあ、信頼の回復とかいうふうな言葉を使われているけど、おそらく信頼は回復しない。脱原発の世論を調査を見てみると、まあ、原子力文化財団のやった調査ですらですよ、つまりこれは立地地域の人たちの周辺の人たちに調査をした、その調査結果ですら6割ぐらいの人が将来的には原発から撤退だというふうに考えている。そういう中で本当に信頼を回復するのか、経済産業省の信頼がもう失われているわけで、その信頼を回復するためにはやっぱり原発ゼロ政策というのをきちっと打ち出さないと、まあ経産省への信頼も失われていってしまうというふうに思いますが、この点についてどう考えているのか、以上3点ぐらいがちょっとコメントとして、まあ、質問といいますかあります、はい、では経産省の方から質問が集中してますので端的にお願いします。ご質問ありがとうございます。一つ一つ踏まえましてお答えさせていただきます。まず1点、高効率石炭の高効率化についてのご指摘でございます。先ほど私がやや駆け足でご説明してしまって申し訳ございませんでした。資料のですね、11ページ目に化石燃料の効率的安定的利用のところを書かさせていただいてございます。まずは2030年、火力、石炭、石油、エネルギーを合わせまして 56% というのが私どものエネルギーミックスの見通しでございますが、裏から言いますと非化石燃料の電源比率が 44% ということでございます。まずは 56% がさらに超えていって数字が増えていかないようにしっかりとした規制的な措置によって石炭を含めた化石燃料の高効率化を図っていくことが必要だと思ってございまして、現状小売事業者に対して高度化法という形でですね、非化石電源比率を 44% 以上調達してくださいという形をレギュレーションとして用意しているというのが1点目でございます。加えて発電事業者に対しては省エネ法という形でエネルギーミックスの総合成功的な形で発電効率 44% ということを実現してくださいというふうにお願いをしてございまして、まあ、それを踏まえて具体的に非効率石炭のフェードアウトを実現していくということでございます。2030年のエネルギーミックスベースによってこの数字に基づきまして2030年度、2013年度比で 36% 温室効果ガスを削減していくという基礎になってございます。まずはその実現を着実に図っていくということでございますし、2050年に向けては政府全体として地球温暖化対策計画におきまして 80% 削減を目指すという世界でございます。
まず私どもとしてエネルギー政策におきましても、スキープラス政策の一つとして、脱炭素化への挑戦というのを書かさせていただき、80% 削減というパリ協定の中で、我々エネルギー政策でもしっかりと脱炭素化に貢献できるようにしていくというのが、私どもの考え方でございます。2つ目に再燃についてのお話でございました。主力電源化ということに向けて、具体的に送電線の充実化ということでございます。送電線の話につきましては、具体的に私どもエネルギーシステム改革という形で12ページ目に2020年4月の発送電分離を書かさせていただいてございます。その上で、再燃の主力電源化の観点で送電線がしっかりと皆さんの方にとって皆さんの送電線になるかどうかということにつきまして、電力ガス取引担当監視委員会も含めてしっかりとした競争効果を見極めていくものが適切ではないかと思ってございます。3点目に原発の可能な限り依存度低減という話がございました。私ども認識として原子力規制委員会がまず安全性を判断することは大前提だと思っております。現状規制当局にご審査をいただいて、そしてパスしたものも含めまして26基が原子力規制委員会のご審査をいただいている、なしは規制委員会のご審査を終わったものだと認識でございます。いくつかの条件を設定してございますけれども、仮に原発依存度 20% から 22% を実現しようとするときには、一部定年延長を含めまして、30基程度の原発の稼働がございますれば、20% 程度についてのエネルギーミックスの数字は実現できるのではないかということを私も推計してございます。まずは8基原発については再稼働ができてございますけれども、一つ一つ社会的信頼の回復を通じてですね、国民の皆様方のご信用いただけるように、まさに経済産業省では信頼ができないというご指摘、厳しいご指摘もきちんと腹に入れながら、原発の再稼働 についても取り組んでまいりたいということでございます。はい。まあ、でもいかになんでも30基も無理だわね。とみんなが心配してるんだと思います、リアリティを。では会場からのご質問、はい、お願いします。すいません、宮川慎と申します。ちょっと出遅れてるんですが、まず2050年のエネルギーミックスのパーセンテージってどういうことなのかないんでしょうか。それと2030年の再エネの各電源のパーセンテージというのはどういうふうになっているのか、それとそのタイムラインというかですね、その2030年に行くまでの途中経過をどういうふうに進めていくのかっていう、そういうガントチャートじゃないんですけども、そんなようなものができているのか、その場合その途中に対してのマイルストーンっていうのは何か設定していないのか、ちょっと教えていただけますか。3点ですよね。2050年の比率と、あと30年の再エネの比率と、それから 3番目は再エネのそこに至るまでのチャートですか、それともそれでいいですか。はい、じゃあ計算書さん。ご質問ありがとうございます。まず2050年の話でございますが、結論から申し上げるとございません。3ページ目にご覧いただきますと、第3節エネルギーミックスの実現と2050年シナリオ設計のとの関係というところにございますけれども、他方2050年というパラグラフに2050年という長期展望には技術の可能性、不確実性、情勢変化の不透明性が伴い改善性を持った予測は困難という認識のもと、私どもとしてはエネルギーミックスというような定量的な単一のシナリオではなくて、野心的な目標を掲げつつも最新の情報に基づいて重点を決めていく、独占的なシナリオのアプローチが妥当ではないかという考え方にしてございますので、エネルギーミックスのような改善性に基づいて、既存の技術を積み上げて、具体的な数字を示していくという形ではないやり方が適当ではないかという形で設計してございますので、2050年のミックスはご用意してございません。2つ目に2030年のエネルギーミックスの詳細についてのお尋ねがございました。一番最後のパンフとたくさん資料をつけていて本当申し訳ございません。2030年エネルギーミックス実現に向けた対応について対応性全体整備というですね、3月の基本政策分科会の資料の時のパワーポイントをお付けさせていただいてございます。こちらのですね、最初のページが 3E プラス S とエネルギーミックスという数字でございまして、具体的な数値についての詳細を書かさせていただいてございます。ご覧いただけますと、下の方が電源構成でございます。再生可能エネルギー22から24とよく言われますが、こちらの電源構成における2030年度の見通しの数字でございます。
詳細の中を見ますと、水力が 8.8 から 9.2、除きますところが、自然変動再燃に当てます太陽光の 7%、風力の 1.7%、再燃と言われますバイオマスの 3.7 から 4.6 と、それから地熱の 1.0 から 1.1 を構成しまして、再燃、20から22という形が見通しとしてお示ししたものでございまして、さらに2015年の段階で決定したものでございます。で最後に、グラントチャートの話でございますが、私どもその次のページをご覧いただきますと、まさに2015年にエネルギーミックスを決めていただいた後、3年が経過いたしまして、今進捗がどうなっているかという数字について具体的にお示ししたものが2ページ目、右下の2ページ目でございます。文書でもエネルギー基本計画の骨子案でお示しさせていただいたものをお写ししたものでございまして、例えばゼロエミ電源比率だったり省エネだったり CO2 排出量だったりものが示してございます。まあ、現状ゼロエミ電源比率のうち再生可能エネルギーは22から24ということを一応申し上げましたが、そのうち足元を水力も含めて 15% というのが推計値でございますので、まずはそれに向けて取り組んでいくというところについての見通しを自己評価させていただいたということでございます。以上です。はい、マイルストーンみたいなものは設定してないんですか？30年の2030年というものの形ではこれ以上の数字はございません。はい、じゃあ田島さん。はい、私も経産省中心にお尋ねしたいんですが、まずはユーティリティ 3.0 という言葉が最近よく言われるのはご存知だと思いますけれども、なんと東京電力の社長が最近よくおっしゃるそうでございますが、今回のこのエネキの議論、30年、50年の中でですね、そういった議論はどのぐらい、つまり今日本がようやくスタートしたユーティリティ 2.0 ですね、要するに自由化が始まったばっかだということなんですけども、自由化のその次のステージが世界のステージであって、そこは例えばブロックチェーンなんかが中心になっているわけですね。でプロシューマーっていう言葉が出てきたようでございますが、もうポストフィット、フィットが終わった後に隣のお宅に電気を売る、その時の金のやり取り全部ブロックチェーンだみたいな、そういう話っていうのはどのぐらい今経産省の中で真剣に議論されているのか、もう世界はそこに行ってるけど日本だけが全然行ってないっていう、そういう状況にあるんじゃないかなというふうに思います。それから先ほど柿沢先生のご指摘は同じで、私も3年前にですね、国交委員会で差し替えで質問させていただきましたが、まあ、やはり経産省がちょっと信用されないのはですね、これは一つだけ経産省が頑張ったのはトップランナー制度の部分は良かったんですね。ところが国交省は全く分かっていないので、そういう時にですね、今環境省や外務省が経産省と違うことを言って戦ってくれているというですね、同じ役割を経産省が戦ってくれなきゃダメなんですよ。建築に関してうち の敷地じゃありませんなんて言ってるんじゃなくてですね、だから結局は私もかなり大臣に言いましたけど、まあ残念ながらあんまり分かっていない大臣の下ではですね、変わらないですよ。これ役人の振り付け通りだから、今外務省は河野さんだからエネルギーに関してかなりとんがったことを言ってるんですよ。この間も経産省で私言いましたけど、要するに世耕さんの言ってることと全然違うことを平気で言うのは河野さんだからなんですよ。だけども大体の大臣は下の部下ほど分かってないから、だから部下の振り付け通りのことしか言わない。だから経産省が省令のことよくね、このプランナーでやってくれたんだから、建築が日本の今最大のまずい部分だっていうのはもうその通りですよ。だからその世界で恥ずかしい状況にある状況をぜひ今度戦ってくださいよ、本当にお願いします。それから3点目は、水素はもし先ほど の飯田さんのご指摘がですね、まあ、私も若干認識不足だったということを反省していますが、であれば先ほど原発よりはまだいいとおっしゃいましたけど、私これからの投資額のことを考えたら水素の方がやばい可能性もありますよね。要するに間違ったところにこれからガンガン投資する可能性があって、まあ、原発に続いて大失敗を日本がやらかさないとも限らない。それどう見てるんですか、経産省は。今要するに今賭博口にあるからこそ大失敗を回避できる余地はですね、ある意味文字みたいに終わっちゃった話と違って、これからの話の水素の方が深刻かなという気がします。それから最後に1点ですね、このコストのページが11ページに太陽光であって、要するに日本だけが世界から2倍高いという話があるんですね。だけど日本も相当安くなったという先ほどのご指摘もありました。だからこれ時間の問題で日本だってどんどん、まあ、安くなっていくわけなんで、そういうことをちゃんと織り込んで、まあ、最大限努力して20数パーセントという世界で見たら異常値のように低い数字の再燃を未だに掲げているというのはなぜなのかということをですね、ご説明いただきたい。それから今なぜこの2倍の高い状況が解消できないというふうに経産省は考えているのか、その点に関してもコメントいただきたいと思います。以上です。はい、
多岐にわたる質問なので繰り返さないので適宜お願いします。はい、ありがとうございます。たくさんご質問いただきましてありがとうございます。一つ一つお答えさせていただきます。まず UTT3.0 を私も拝読させていただきました。本当に勉強になるものでございました。もう一回読もうと思っております。で、UTT3.0 についての我々の紹介、情勢懇談会のデジタル化というのがキーワードとしてご覧いただきました。情勢懇談会の提言のその後ろにですね、非常にタイムでございますが、一つエネルギー情勢懇談会提言、エネルギー転換イニシアチブ関連仕様という非常にタイプ のパワーポイントを付けさせていただいてございます。その中でですね、73ページという数字を今は大変申し訳ございませんが、73ページ目に、ビヨンド2030のネットワークシステム、分散化、広域化のイメージというのを付けさせていただいてございます。この中では、フレキシビリティ、セキュリティ、ファンクショナリティ、モビリティといったさまざまな分散化のテクノロジーが広がり、そして電動化によって EV も広がってきて、結果的にその家庭や EV やさまざまなその機能がプロシューマーとして、その役割を拡大し、分散化の電源のポーションが広がっていくということを書かさせていただきます。我々まだ勉強不足の点がございますので、しっかりと先生のご指導を賜りまして、分散化の点を含めたデジタル技術についての勉強をさせていただきたいと思います。1点目のトップランナーの話、知った激励いただいたと思っております。しっかりと先ほどの議論を踏まえて、建築についての、省エネについても勉強をさせていただいて、国交省との関係の議論を深めてまいりたいと思います。水素についてございます。私ども、先ほど11ページ目に水素社会実現に向けた取り組みの抜本強化と書かさせていただきます。私ども昨年12月に水素基本戦略というのを関係閣僚会議で作りました。水素についてはまだ可能性があるというふうに思うのでは、非常に大きな可能性があるというふうに思っておりまして、そのためにはやはりコストによってどれだけ競争力が作り上げるかということが課題だと思っています。大量に作って、そしてそれをきちっと利用用途を広げていくことによってコストを削減できるかどうか、これは最後商業化の鍵でございますので、そのための技術開発をしっかりとしていくことが極めて大事だと。そのためには運輸だったり発電だったりというところ用途を広げたり、モビリティだけではなくてサプライチェーンの必要な用途を広げていくことでしっかりとコストを低減するか、どこまでできるかということをしっかりと見極めるということだと思っております。でその上で、再エネのコストのご指摘がございました。こちらはですね、ちょっとあっち行ってこっち行って申し訳ないんですけども、情勢懇の提言のですね、資料の中で、先ほどの、エネルギー情勢懇段階の提言の関連資料のところの右下6ページ目でございます。2010年欧州日本それぞれ総コスト40円でございました。2016年欧州10円、日本20円でございます。なぜか因数分解いたしました。設備工事運転維持費それぞれ見ますと約欧州と比べて2倍ございます。なぜか多段階の流通構造や多段階の下請け構造といったというのが私どもの分析結果でございます。このあたりはある種競争促進をしていくことが極めて大事だと思っておりますので、大規模太陽光をはじめしっかりと入札制の対象を広げていくことによって競争の理屈を働かせていくということがまず肝要ではないかというのが私どものプロ1でございまして、2つ目は中長期的に価格の目標低減効果を示していくということが大事だと思っております。そういうあたりを進めて競争の領域を広げていくことが極めて大事だと思っております。その上で私ども国民負担の抑制ということは考えていかないといけないと思います。先ほど非常に駆け足でご説明して申し訳ございませんが、今国民に対してご負担をお願いしている賦課金というものが年で2兆円ございます。今後エネルギーミックスの中では3兆円を超えてくる形で負担金が増えていくのではないかというところを私の見通しを立ててございます。まずは国民負担の抑制をしっかりと図りながら再エネの導入促進を図っていくということがチャレンジだと思っておりまして、それに向けて先ほど申し上げた入札制などを含めて課題に国に全力を挙げていくことが極めて大事であるし、その結果が主力電源化に向けた布石になるというふうに私どもに返してございます。はい、すいません、飯田さんにもう一度その水素の可能性、はい、ということと日本の再エネなぜ高いと、はい、今の中西市長のコメントがですね、10年前だったらまだ可能性あったかもしれないけど今は私はゼロだと思いますというのは、電気自動車のコストがですね、過去5年だいたい4分の1のコストがで、太陽光と一緒で、あるいはコンピューターと一緒でラーニングカーブでコストが下がっているんですね。で、既にテスラのモデル3がだいたい400万円ぐらいで、日産のリーフの新型は、さらに300万円ぐらいで、で、いわゆるカムリとかですね、いわゆる中高級車も同じレベルになって、2年以内にもう大衆車レベルでだいたい400キロ走れるコストになるという形でのコスト下落ですね。で、電気自動車は過去、5年間で、市場が100倍広がっている。で、年間100万台ですね、今。で、さらに広がっています。で、毎年100数十%、つまり 倍以上のペースで市場が拡大している。で、燃料電池は年間せいぜい今1万台ぐらい。で、多分これ以上伸びるんだろうかっていう、
で、先ほどコストだけじゃなくてですね、エコシステムがいわゆる燃料電池やってるのはトヨタとホンダとヒュンダイだけなんですよ。電気自動車は中国の BYD を中心、BYD だけじゃなくても、もうノルスウェーデンと、あるいはボルボもそうですが、ドイツの全ての電気自動車も、全ての自動車メーカーがやっているだけじゃなくて、新興メーカーがどんどん入って、そのエコシステムが膨大に広がってきていて、参入障壁が非常に低いわけですね。ガソリン自動車が3万点のエンジンを持って、点数に対して電気自動車は100点でできるので、極めてシンプルなアセンブリービジネスになっていく。で、日本だけで見ても、急速充電器が7200機、今年の1月ですね。ところが、水素ステーション82機と。日本だけで見てもですね、100倍の差があって、他の国で水素ステーションなんかそもそもあるのっていうような話になっていてですね。で、走行レベルもすでにあれですし、で、技術学習効果で、さらに、要は、5年で4分の1ぐらいのペースで、なおなお下がっていくということと、なおさらにその一番重要なのは、先ほどTaaS、トランスポートアザーサービスというふうに言われてますが、自動運転とライドシェア、ウーバーのようなものと電気自動車のこの3つの組み合わせで維持コストが大体10分の1ぐらい下がるって言われてますね。だからこう太陽光もそうなんですが、2030年を超えてというのんびりな話じゃなくて、この10年で大激変が起きるというのが世界の認識です。太陽光もそうだし、電力市場もそうだし、その自動車産業もそうなんです。だから2030年を超えてみたいなのんびりな話をしてたら、本当に日本負けてしまいます。そんなのんきな話じゃないということです。で、過去100年のテクノロジーの普及というのは大体10年スパンで起きています。今それが太陽光で起き、さらに電気自動車というか、さらに、自動運転も含めた本当にラッドイヤーというかですね、そういうペースであって、いわゆるこれはディスラクティブチェンジという産業構造そのものを改変しつつあるんだっていうのがあって、自動車産業もこれは日本だけじゃなくてドイツもお尻に火がついてますし、アメリカのビッグスリーも相当危ういで、石油産業も相当危ういという時代に、なってきているので、抜本的にこの2050年以前の2030年そのものがそもそも危うい。あとそれから太陽光発電のコストがですね、先ほど、今2円になったと。で、去年の春までで、10キロワットを超えるいわゆる全量売電の、連携がですね、大体30ギガワットです。で、その時点でまだ36ギガワットまだ完成されてない設備認定があって、それのほぼ全てが40円と36円と32円なんです。ということはですね、これからできる、これまでできて 2円乗っかったんだったらですね、これからできるもう7年も8 6年も7年も前の設備認定を取った超プレミアム価格の太陽光がこれから倍増するので、確かにだからその、レントっていうかすごい上がっていく、倍の価格になっていくわけですね。で、倍以上になると、そのレントだけじゃなくて、初期はですね、負担金があまりかかんなかったので、これからは負担金がさらにそこに乗っかっていくので、いわゆるフィットの、あれはですね、過去の高い価格のものがこれから数年かけて、一応3年ルールなんで3年ですが、募集プロセスに乗っかっているのは5年というのもあるので、おそらくこれから5年ぐらいかけてすでに古い在庫処分で、日本は倍増していくはずですが、それは本当にコスト効率の悪いものです。で、流れ必要は再エネ担当じゃないんで申し訳ない、前回山崎課長ともだいぶ議論したんですが、ここのプレミアをなんとかすることと、それから電力会社が本来薄く広く負担すべき負担金、この2つを削るだけで、日本の再エネはもっと安いコスト、特に太陽光は安いコストで、そんな2倍じゃなくておそらく 0.3 倍とかそういうコストに収まります。で、それはあとは民間努力で下がっていくんですが、そこをやらないとですね、全くレントという、いわゆるここには暴力団的な人も含めたブローカーが山のようにもぶれついてるんですよ。そのブローカーのただのなんていうか飲み代にこう切れるようなお金になっちゃうんですね。そこ本当に削っていかないと全く無駄ですし、で、その高いからといって抑制したら本当の競争力のあるものが全然入っていかないっていう、非常に問題のある今市場になっているということです。で、ちなみに経産省さんの今出した太陽光 7% というのはおそらく今年中に達成するんじゃないかと思うんですが、遅くとも来年中には達成する、すでに 6% ぐらいいってる、ね、もう今年の春で 6% いってるんですよ。で、なんで十数年後に
1% しかならないんですかという非常に疑問で、他のは確かにあの、まあ、風力ももうちょっといくと思いますが、つくの太陽光もっとはるかにいくはずです、ちゃんとやればですね。でそれはちゃんと市場設計 していけばですね、まだまだ深掘りできるので、あのそこはもう本当にあの現実認識そのものも大きく誤ってるんじゃないかなというふうに思います。あのラリーをしているともう時間が過ぎてしまいますので、問題提起として、で加藤先生せっかくですからちょっとコメントをお願いいたします。あの問題提起というよりは質問になるんですけども、あのカーボンプライスの話あんまりされていないんですけど、私はあのカーボンプライスの導入って非常に大事だと思っておりまして、ただこれあのいろんな議論が あるんですけども、日本のカーボンプライス今現実のプライスっていうのは、いろいろな先ほどの省エネの話が出ました、それからかあの温帯法の関係、温帯税の関係も当然ありますね。それから石炭税の関係もありますけども、そういうのを全部乗せて整理していくと、CO2 ベースでトンあたり4000人ぐらいになるっていうんですね。で、そんなになるのかなっていう感覚は若干私あるんですね。で、これはあの確か環境省がノーベル賞をもらったセグリッツ同源で、講演したときに会場からの質問があって、そういう話が4000ぐらいになる。それは今申し上げましたように再エネの関係も含めて考える。で全体としてその本則 の石炭税の関係も含めて足していくと、全部足していくと全部4000円という話になるんですね。でこれは先月の話によると、おそらく必要な炭素税 の8割方はそこまで日本が来ているという、まあ、そういった意味では日本はその炭素税の関係でね、先頭を走っているような発言があって、私は非常にこれどうなるんだろうか心配しているんですよね。でもしそういう計算の仕方をするならば、他の国もそういう計算をして比較分析しないといけないと私は思うんですよ。でその辺のところをあの環境省を含めてどういうふうにここをね理解しているのか、逆に教えてほしいなということで質問したい。はい、質問の趣旨分かりました。難しかったから環境省に答えてもらいましょう。難しいことはすぐ訳さないで答えてもらいましょう。スティグリッツさん、中央学習審議会お呼びしてですね、お話をいただきましたが、4000円っていうのは、あの私の記憶では、あの2020年にその40ドル、4000円ですね、ぐらいのカーボンプライス、40ドルから50ドルっていう話が出たんじゃなかったかと思います。それは必ずしも我が国がそれぐらいっていうお話ではなくてですね、世界的なカーボンプライシングの相場はそれぐらいだっていう話で、それでじゃあ我が国が今実効的にそのカーボンプライシングがいくらかってちょっと手元で優れてこないので、この6時ちょっと待ってしまいましたが、見つかればですね、ちょっと数字を申し上げたいと思います。ちょっとすいません、あの加藤先生がおっしゃっていることに反論するわけじゃないんですけど、私の記憶では確か40ドル50ドルというのは世界相場として2020年ぐらいという話だったと思います。40ドル、50ドルという話ですから、その中にあって日本が4000円ぐらいという話ですから、それに近づいているという話なんですね。現実にだからこれはだから相当日本は先進国の中でも先頭を走っているという言い方をしているわけですね、そのノーベル賞をもらった人が。これはちょっと なんでこういう話になっているかって非常に私は心配しているわけなんですよ。それはあの公になっている話ですから、あえて言っているわけですけども。はい、
はい、じゃあその回答をお手がかってますのでお願いします。炭素化学に関してはいろんな人がいろんな計算をしていまして、研究者の間でも統一した見解はないですので、日本に関しても、まあ、温暖化対策を進めたくない人がすでに日本は炭素化学がたくさん入っているっていう論調を張っています。でそういう人たちがすでに4000とか5000とかっていうふうなことを計算していますが、それはいろいろ意見がありますし、そんなに張っていたら、そもそも CO2はもっと減っていたんじゃないかというような反応も可能だと思います。で多分スティークリッツは自分で計算をしたわけじゃなくて、それがもし本当だとしたら40度っていうのは数字が誰が計算したのか知らないけれど、本当だとしたら、彼が考える必要な、炭素コストの、半分ぐらいになっているかもしれないと。だからそういう過程の話でスティークリッツは話をしたんだと思います。はい、そこは先生の言う通りなんですよ。で私が最も言いたいことは、同じよう4000円という話であるならば、同じようなやり方で同じような計算の仕方で他の国もやってみて比べないといけないにもかかわらず、日本でそういう計算がされてそれが一人歩きしていることに不安を覚えているということです。はい、では環境省さんのお答えもまだなので宿題OECD が少しは計算していますけれど、それはもうちょっと4000より少し低かったと思います。で特にそれが日本がたくさん高いというわけではありませんし、その計算方法に関してもいろいろ研究者の間では意見があります。いや、世界銀行で出している日本のやつは3度とかそういう話ですから、ヨーロッパはもっと高くても北欧はもっと高いわけですよね。だからこの辺のところはやっぱり同じ度胸で数字を議論しないと間違った形で話が進んでしまうちょっと、そこを私は恐れている。まさにそうだと思います。はい、ありがとうございます。日本は3、ユーロで34ユーロ34×130 ですか、大体まあそれぐらいです。でそれでそれは EU の水準と比べると低いということですので、別に日本が高いレベルにあるというふうにスティーブリッツさんがおっしゃったわけではないです。それはだから会場からそういう言い方をしてですね、であるならばという今話がありましたように、そうであるならば相当先頭を走っているという表現をスティーブリッツがしたと。例えばドイツは59ユーロとかですね、スイスなんかは105ユーロとかってことです。恐縮です。これはこれでまた次に頑張りたいと。じゃあ最後に高橋先生、せっかくですから、やっぱり私は聞いてて、このやはりきちんとビルどうしたいかっていう意思があって初めて成り立つことが、まあ、積み上げ方式みたいな中でやっていっては、とてもこれエネルギー基本計画っていうのはできないんじゃないかなと単純に言葉で思いましたが、今日はお話をいただきましたので、最後にまとめの言葉をお願いします。はい、まとめになるかどうか分かりませんが、私は大学で行政学という授業を持っておりまして、木曜の一元にあるんですが、官僚の無謬性という有名な原則があります。まあ、官僚が悪いという意味ではなくて、要は、政策、政府というのは失敗をしないんだという、これは別にその揶揄しているわけではなくて、有名なその行政学者がもう昔から言っている有名な原則なわけです。間違いない、政府は間違いない、間違えてはいけないということだと思います。でもちろんそうありたいわけですが、先ほどからも説明あった通り、これだけ世の中がものすごい勢いで動いているときに間違いないはずがない。で先ほどの水素の話もですね、正直分かりません。私も確かに過去10年を見ると明らかに日本の水素政策は失敗だったとは思いますが、もしかしたら30年後には花が咲くかもしれない。ただそれぐらい不確実なことをやっている中で、じゃあどういう政策対応をすべきなのか、それはやはり間違ったなと思ったら、それは方向転換をするということなんだと思います。でもちろんそれは官僚さんが悪いんではなくて、やっぱ政治が責任を取らなければならないところなんだとも思います。そういう意味において、今の大臣がいいのか誰がいいのかという話も分かりませんけれども、政治の責任も含めてですね、やはり明らかにエネルギー政策については過去、5年なのか10年なのか人によって解釈は違いますが、間違った方向に行っていると私は確信
をしております。まあ、誰が責任を取るのかっていうものも問題はともかくとして、やはり正しい方向にですね、大きな方向転換をもう一刻も早くしなければ、国民全体がものすごい不利益を不幸を被ると思いますので、ぜひ政治家の方にも役所の方にもですね、そろそろ本気で方向転換しようよということを申し上げて終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ではありがとうございます。エネルギー基本計画はまだいつ頃出るんでしょう。この夏に閣議決定を出しております。はい、じゃあこの夏までにやりますから、しっかりと論じて謝らないようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。